よし、ゆるりと、ゆるりと。いつも通り遊ぶ感じでやっていこう、今日はね。自己紹介とかするの？自己紹介、いや、しなくていいかなって思ってる。OK。ゆるい感じでやだ。じゃあ、とりあえず乾杯しますか。乾杯しますか。やっと酒飲める。乾杯。乾杯。焦りながらしびしび飲んでたけどさ。通りで。落ち着かせるために。久々にビール。やっと美味しいお酒が飲めるぜ。始まった始まった。豚は味噌汁と。と開始したツイートだけしよう。ちょっと待っててね。じゃあ、これも引用リツイートしようか。じゃあ、誰かに引用リツイート任せよう。あんたもしなさい。そう、カズミはいつも自分のチャンネルでも配信開始するときツイートしないからね。お茶任せだもんね、いつも。しないから、お茶がツイートしなさいって言ったら、しぶしぶするんだよ、彼。しぶ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 だよね、ほんとに毎回。ニューリツイートするか。あ、ありがとう、助かるよ。ありがとね。みつき様の奴隷として精一杯頑張りますと。奴隷としているかな、それ。いや、もう全員多分この一文は欠かしてないと思う。あんただけや。あんたとおっちゃんだけや。もちろんそんなことしないよ。あんだけ散々奴隷だなんだって喋ってて。はぁ、あ、もちろん別にもう心にもう傷をね、刻み込まれてるから。そんなこと言わなくても。魂に刻み込まれてるから。うん、魂に刻み込まれてる。魂が体が覚えている。裏切ると心臓破裂するように仕込まれてるから。やべえよ、お茶ついに破裂してるやん。今何個目の心臓。やばいね。もうそれどころじゃないから。うん。よし、じゃあ、どれやろうか、はい、?1、2、3、4、今5人か。5人。うん、5人。5人月面できんじゃない？月面から行く。重たい、重たい。いきなり。軽いのから行くね、軽いのから。ちょっと、この顔、どの顔やらない？これ。あ、いいよ。これ面白いから。これにしよう。いや、これ絵心なくても大丈夫だから。助かる。ゲーム設定、ちょっと時間は、ちょっと長めにしよっかな。あ、いいよ。ゆっくりにしよう。で、回答方法、前いつでもってやったけど、後から一斉に答える方式にしてみる、一回ちょっと。あ、いいね。ね、全員で。これで、やってみよう。やってみよう。ゲーム開始。俺とおっちゃんがね、人だけで選んじゃうからね。あいつならこれだろ、あいつならこれだろってやってるから、ね。読み合いでね。お、俺かー。久々だなー、ローさんだ、この顔の顔。イエーイ。俺のお題はなんだ。なんだ。どれだろう。さあ、完全に理解した。いやー、なんか結構かぶりそうなのあるな。ね、結構難しそうだよね。いやー、これ難しいんだよなー。うん。こういう風な含まないみたいな感じじゃなくても。完全に理解したの時の顔を作り方分からへんな。確かに、どうやって動かしたっけ。あれ、動かし方が。あれ、裏返し方が分かんねえ。裏返し方分かんない。LR とか触ってみるよな。できた、Y ボタンでできたわ。あ、いけた、いけた。ゲームキューブコントローラー。ゲームキューブコントローラー。スマブラやってる時すごい音鳴るもんね、それね。ガチャ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 鳴る。ガチャガチャ言うんだよ、それ。ガチャガチャ鳴る。なんだ、スタンプ送りやがって。スタンプどこだっけ、スタンプ。あったあった。右上だね。あったあった。X ボタンで。出た出た。ちげえな、これじゃねえな。なんだろ、これ。難しいんだよな、これ。どれだろう。かわいい。かわいいな。かわいい。かわいい。かわいい。なんだこれ。どうだろうな。俺の感情的にこれどういう顔するからな。
あ、その顔はあれだな。そうね、ロンさんがする表情か。どうだろうな。俺こういう時どうだろうな。うん、もう全部で全部全部全部俺こんな感じの顔するかもしんねえんだよな、お題。全部同じ顔。全部この顔なんだよな。いや、ってことは面白いな。いや、多分ね、この最高やろ。俺最高だからな、やべえな。同じ顔はやばい。感情を表に出せないタイプですね。なんだこれ。うわ、出すんだけどさ、あ、これは仲間感情死んでるような人間がよ。これはなるとよ。あれかな。あ、これ美月様にカツアゲされた時の顔や。どんな顔や。カツアゲしないんだな、それは。さも私がカツアゲをしてるみたいなね。してないの。してないよ。反省どうすんのこれ。違う。まあいいや。ティティン。いや、わかんないな。これな。これかな。どう、これちょっとな、多分あのブーイングは覚悟してる。マジで？でも普通にするとこれっぽいけど。まあ、ね、眠りすぎてくな。あ、これかやっぱり。よかったよかった。よかった。あ、やった当たった。伝わんないかと思った。伝わった伝わった。忘れそうだ。忘れそう。忘れそうだけど。元気でなって。振り返った瞬間忘れてそう。振り返った瞬間。あれ、なんだっけ。お前吹っ飛ばすのマジ。軽薄すぎる。まだ俺が、あ、どうしようどうしようね。うわ、わかんねえな。あうわ、面白そうな話題だな、全部。なかなか大変そうだね。これどうやって回す？あ、これ回すのか。黒にしよう。そういえば駄菓子でさ、今日練り中ってやつ買ったんだよ。なんだっけそれ。よく噛むとガムになるよっていうさ。え、何それ。対象年齢3歳ぐらいの。そんなのあるんだ。あ、3歳未満のお子様に絶対与えないでくださいって書いても。喉に詰まるからってこと、うん、あー危ないんだ。練り中それ始まる前にさ、食ってみてたんだよ。なんかすげえチューブ状なんだけどさ、まず全然出てこなくてさ。出てこない。やっと出てきたなと思ったら、ちょっとだけ出てきたら噛んでんだけどさ、何にもガムになんないで、なんか溶けたんじゃねえかってくらいガムになんなくてさ、マジか。悪くもないんだ。でも半分以上口の中に放り込んだのよ、無理やり。おうね、ようやく噛んで、あのそっからね、最初噛んでたんだけど甘ったるくて、なんだこれと思ってずっと噛み続けて、やっとガムになったんだけどさ、そのガムが味ないんだよ、見すぎて。最初のあのいや、練り中のさ、その練ってある状態で出てきた時がマスカットの味なんよ。ほう。その味で、あのお口の中、あの甘ったるくて麻痺しちゃってさ、あガム自体の味が何も感じなくて、あの味のないガムひたすら噛んでる感じな。うわ、最初調が甘すぎたんだ。そう。小さい子供はでもちょっとで多分ガムになるからいいんじゃねえかなと思いつつ、大人が食うものではないと思った。あ、完成。完成ボタン出てきた。完成。お、完成。お新肉が大丈夫か。新肉なんか真っ赤になった。新肉真っ赤になった。真っ赤になってる。あれ本当だ。新肉なんかディスコードからも消えた。マジで。新肉飛ばされてしまった。飛ばされてしまった。うん、新肉。帰ってきた。帰ってきた。帰ってきた。新肉。あー、戻りました。あー、よかったよかった。いやまさかの。まさか、通信が。びっくりした。練り中があまりにもつまらなすぎて落ちたのかと思ったぜ。練り中のせいで。練り中。やっぱ電波悪いな、相変わらず。腹減ったな。電波ね、電波しょうがない。これ腹減ったな、可愛い顔してんな。さっき知らない人しかいないの顔になるのかと思ったけどな。一瞬そこで止まったからな。あー、確かに。これ、新日記入れてる入れてないですね。あー、入れてない。あー、じゃあこれ、なんかあれか、
もうそれの CPU がやんのかな。どうなんだろう。どうなんだろう。一応参加できんのかね。あー戻ってこれるのかな。一応ロビーに入って入ってるんですけど。あーあースキップされた。あそういうことになっちゃうんだね。そっか。いや申し訳ないです。いやいや大丈夫大丈夫。うん大丈夫。俺はしゃあない、ね。どうしようもない。感染はできるのかな、そっからは入れないのかな。でも初めて YouTube の方で今見てます。ああよかった。YouTube の方で見てます。あじゃあ配信しててよかった。配信してる意味があった。よかった。じゃあ新日記ちょっと遅れた状態だけど顔をこれでね、うん、配信で当ててもらうっていう。うんうんうん。なんだ。うーん。あー。うーん。ミツキさんは両脇から殴られた時の顔。私が殴っちゃってんの。これ真正面に立ってほっぺパーンされたんでしょ。両脇からパーンって。両脇から鶴の虫でパーンされてるの。鶴の虫パーン。ご褒美やんけ。その顔やな。ダメだよ。おっちゃん、おっちゃん岩タイプなんだから効果4倍で死んじゃう。地面も入ってんだから。やべ、岩地面はダメだ。効果抜群や。岩地面。あ、縦棒足りね。攻撃力ポッポ。縦棒。いや、そのなんか、ふにゃってる棒使い、ふにゃってる棒。そうね、ふにゃふにゃと2本あるわ。曲線のやつか。うんうん。2本あるね、まだ。まあ。うん、これはあれじゃない。まあ命だけは助けてくださいか。命だけは助けてください。これがこれが恋はキモすぎだろ。これこれが恋って。これみつけさんは両脇から殴られて これが恋って。これが恋って。殴られたドキドキで吊り橋効果的な。よっしゃ当たった当たった当たったぜ。作るのうまいねみんなね。締めはなんかすごいわけわかんないの来ねえかな。ね、わけわかんねえお題とか楽しそうだよね。たまにあるからね。そう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 、うん、来ねえかなって言ってるけど絶対来ないやつ。ねえ、だいたい簡単なお題ばっかりなんだよな。あ、みつきたまにあん。よっしゃ。人の顔を作るみつき。人の顔を作る。人体錬成。ゆがませた顔は数知れず。あーこいつの話なっがになんねえかな。あーこれはどう作ろうかな。これであいつはおしまいだ。これを裏返しがこうか。これは作れる時間長いからいいね、まだ、うん、ね、ゆっくりだからね、うん。で、こう、で、こう、で、おお、おお、もう何もかも嫌だーっつ、もう何かも嫌だーっ。いや、これは寒いの顔だな。寒さを感じ始めた人間だ。あ、これお前殺すような顔だな。ない、お前ないないな。飛んでみろよ。飛んでみろよ。飛んでみろよ。もっちゃりんちゃりん。持ってんじゃねえか。まあ今時言わねえだろうけどな、あれ。持ってんじゃねえか。ちゃんと財布に入れとけよ。落としちまうぞ。落としちまうぞ。いや、確かった。なんだお前、財布まだマジックテープか。俺この財布使ってねえからやるよ。バリバリ。やめて。難しいな、意外と。どうやって鼻殴られて歪んじまったのかな。殴られて歪んじまった。右側から殴られたな。右上からゴスッときたな。これ以上表現の仕様あるか、これ。これはうまいと思う。お、じゃあ分かってもらってるかな。じゃあ、完成ボタンが、これであいつのおしまいだ。どっちだ。俺は今2択だよ。2択なの。俺は今2択なんだよ。どうしよう、2択なのか。あれ、新規に戻ってきた、これ。戻ってきた。あ、おかえり。
いやでもこれもうこれもうでも作りようがないな。これ二択なんだよ今。完成、今二択なんだ。完成にしてしまう。うん、これだどっちだ、これだ、どっちだ、これは、あ、こっちだ。さあどれだ、外したら殺される。さあどれだ、分かってほしい、分かってほしいぞ。二択のデスゲーム、外したら死。こっちだわあ。お今ね、皆さんに画面シェアできないのがすごい申し訳ないんですけど、すごい高速で顔が出来上がっていってるんですよ。高速高速この匂いは出せない。やったー、ありがとう、分かってくれたやったやった。この隣と悩んで最初ロジン、これ半身長っていう顔がどっちかな。確かにそっちもありえるな、こと顔になるな。みんな並んじゃったじゃん。全員一緒だね、皆さん上手でした。進撃全部間違え。進撃の番がなかったのが辛いね。いやでも自分このセンスない人多分。いやいやいや、センス大丈夫だよ。やってみなきゃわかんないでしょ。やるのが楽しいんだよ。いやいや、今は入れてる、今は入れてる、今入れてます。あ、じゃあもう一回やってみるか。そう、いや、やりたい、やりたいね。対戦再戦やりましょう、やりましょう。今日はゆったりとね、1時くらいまで自分できるって思ってるから。何時？1時くらいまではいけるかなって。いやー、ありゅう、やりましょう。早速センスがないと言っていた新規からじゃないか。お、いいじゃん。よっしゃー、やるぞ。どれになるかな。やべえ、なるほど。新人には今忙しいから後にしてもらえるかな、作ってもらいて。いや俺いいな、その奥歯いないから詰まってるね。確かにそれいいな。これ奥歯だな。なんだこのでかいおしゃぶりは。でかいおしゃぶり、確かにおしゃぶりに見えてくるな。うまい。うわ、めっちゃうまい。その使い方センスの塊じゃん。こう使うのが楽しかったね。やばー、うまおはぐろ塗った？おはぐろ。おはぐろ、はぐろねえんだこれ。逆じゃね？違う。おはぐろだとしたら。逆。違う、これはあれだ。野球ボールが面に食らった人だ。野球ボール。あ、みつきのいつもやる人の口にボール突っ込んで黙らせるやつだ。もうちょいこっちだ。喋んなよ、お前。なんか思うんだよ、すごいな。センスあるな。やば、うまい、うまい。これでこんな顔文字なかった。あ、なんか目がいってんな。なんかありそうだよね。こんな顔文字。なんかみたいな顔文字だな。そうそう。いや、これじゃねえな。いや、これじゃ全然表現できねえ。決めるんで大丈夫だよ、この遊びは。いやー、面白いな。お前どこ見てんだ。これでちょっ違う違う違う、ここ行った。ね、いや、みつき様、うん、お指マークやつよ、あれ首ってこと？え、なんで？なんや、グッドグッドよ、グッド。親指立てな、首の前を刺さって。いやいやいや、これグッドグッドグッド、いいねって。グッドグッド。ミキさんをやるとややこしいからな。かな、うまく。ややこしくないよ。ややこしくしてんの、カツミンだから。あと30秒あるから。そう、ゆっくりで、あの、満足いくまで作っていい。でも、すげえうめえな。うん。うまい。すごい。うまいけど、どれだろう。なんか、ね。これはもう、この顔もこれで全て私の思い通りでしょ。思い通り、この顔が。苦労したんだろ、思い通りにするまで。分かったかもしれない。これ奥歯になんか挟まってんな。奥歯になんか挟まってんのか。一体点が作れない。あ、これでいいか。これで2、1、よし。これ奥歯なんか挟まってんのかな。なんか挟めたような気するな。挟めたような気もするんだよな。なんかこれな気がするだけど、うん、でも俺こっちかなっていう気がする。違うの想像してたんだよな、途中まで。俺も違うの想像してたんだよな。わかるわかる。僕も結構挟めたんだよ。挟めた気はするんだよな。うん、どれだろう。俺はでもこれにする。いや、私もそれかなと思ってたんだけど、どれもなんかありえるから。あ、よかった、よかった、そのままだった、よかった。
センスの塊か。いやでもうまいよね、使い方がさ、うん、センス感じるもん。うん、使い方がうまかった。いや白目と黒目とかうますぎる。これやってないかな。カラブでハテナを作りたかったんですけど、そこまでパーツがないって思って。ああなるほど。え、でもすごっ。私だ、やってて仕事に追われてる人かと思ってたもん。確かに、確かに。それでしたら、あと一緒もらえるかなっていう顔かと思ってた。おっと、これは。あ、これがお前らのやり方かっていう、なんか、奴隷に謀反でも起こされた。あっちを怒らせましたね。これはどうしようかな。これ全部みつきさんが言ったセリフ集じゃないのこれ。奴隷の話は聞こえないふり。これ私を怒らせましたね。酒を飲んで食う、やっぱこれが一番。勝った、勝った、これであいつおしまいだ。奴隷長の謀反、これがお前らのやり方か。劇場版、劇場版、劇場版反逆の勝利。これがお前らのやり方か。どうしようかな。劇場版三月ギアス。三月ギアス。もう反逆の勝利。ダークな顔してるよ。悪い顔してるわ。悪い顔だよ。悪い顔してるよ。これ三月のあのばあさん揺すってこいの顔だ。あのばあさん揺すってこい。ひどすぎるじゃん。伝わるかな。いやでもこれじゃないな。どちらにせよ今のところまだ2択。2択？うん、はっはーみたいな顔してるように見えるんやけどな。確かに。どれだ？お前渡したの選別が分かってんのかの回だな。これ、あーでもそっか、パーツ的にちょっと厳しいのかな。どうしようかな。これどの範囲まで設定されるんだろうな。枠外は結構省かれちゃうもんね。顔の外はあかんかったっすね、さっきやったら。あーやっぱり。でも置いてる段階で見えてるからね。はい、置いてる段階で見えてるから。なるほど。確かに。あ、なるほど。なんとか、なんとか、あーどうしよっかな。わかったかもしれない。使えるか、使えるかな。微妙。微妙になっちゃうな、これ。どうしよう。センスねえな。かわいい、かわいい飾りがついた。なんか、ニャッキーの触覚か。ニャッキーっていたな。ニャッキーいたね。あー、これもうやりようがないな。適当にこれでもつけとこう。その金八先生の蜂は何なんだろう。これ3年 B 組。3年 B 組。勉強3年でしょ。勉強3年。それ水曜どうでしょう、見てみて。あ、やったー、全員一緒。いや、これなかったら、あの、勝ったがこれであいつはおしまいなの2択だったんで。よかった、確定の1点を打てた、よかった。言ってしまうと、この表現したかったら、ぬかマーク1個だけポンと貼られても多分分かりますね。うん、あー、確かに確かに。こんな表情になるかなって。いやー、これは。これ、ミツキの怒った表情らしいから、みんな覚えてる。シンプルに怒らせたら怖いやつや。怖いタイプのあれかもしれない。私怒らせました、ね。沈黙は怖いタイプかもしれない。沈黙で圧かけてくるパターンの人。あ、俺か。これ、お題は、お題は、どれだ？諦めんなよ！囲まれた逃げ場がない。なんでそこで諦めるんだよ。シルも頑張ってる。いやもう俺2手、2手で終わらせようか。おっ、さすが分かるね。さすが。2手で終わらせる。あー、分かった。なるほどな。あー、なるほど。なるほど。そういうこと。そういうこと、もしかして。これ伝わってるんじゃない？多分分かった。うまいかもしれないけど、でもゲームとしてどうなんだこれ。何もう帰りたい。
行き過ぎた行き過ぎた行き過ぎたこっちこっちじゃないこれじゃもう帰りたいでこれは顔じゃないもんねもうねあけどブラック企業いるとこんな感じよ確かにでもうまいねこれは表現が面白い俺うまいいいね伝わったもんすぐ秒でね、うん、すぐ分かったのに俺なんで間違えてんだろうびっくりしたもう帰りたいもう帰りたいケンチと間違えたかもしんねえな俺びっくりしちゃう俺も選んだと思ったのになんか一番右に俺のアイコンだもんなんでってなんでなんでずれたさあどれになる？あーどうしよっかな。安らかに。これがお前の模様だ。うん。これ作っていい。新しいお題を。なんだ。何になるかな。あ違う。どうやんだっけ。眉は笑ってるね。眉毛は笑ってるね。眉毛は笑ってる。眉毛だけな。でもつまらん可能性あるからな。お、黒髪ラインさん、こんばんは。こんばんは。ラインさん、ありがとう。今、みんなでワイワイと顔を作る遊びをしてます。今、宴のおっちゃんさんが顔を作ってて、その、何のこの今、6、6つ、今のお題が見えてると思うんですけど、この中のどれかなっていうのを当てるゲームです。一緒に考えてみてください。今日はいい天気だの顔だろ、おっちゃんの。今日はいい天気だ。つらかそうな顔してますよ。音量バランスとか何かあったら教えてくださいね。あ、この枠外に置くってことはできねえのか。あのちょっとでもかかってれば置けるよ。ちょっとでもかかってれば置ける。そう、輪郭でかかってれば。おー、カービィの足生えたけど。なんか首に刺されたんか。なんか首。これカービィの間違いじゃないのおっちゃん大丈夫カービィ足あれ足何断定だね手入ってないカービィあれ手今にもぽよって言いそうだこれはどうしああ今日そうなんのかあーでもこれ顔にくっついてたら枠外の方にもはみ出せないんだ野原ひろしみたいな髪型作れるんですね違う遊びがパーツが足りればいけるかもしれない野原ひろし選手権やります選手権遊びが違う。なんか遊びが違う。なんか手に持ってる。これあれだろ。あれ、これ見てよ。64のマリオにいたよね。ホルヘイっていたよ。あれだな。あれだね。これなんだ。ホルヘイだよ。あれ手じゃね。ボンバーマンの手だ。なんだ。長い。中指立ててるにしか見えなかった。それはミツキや。安らかに安らかに装備してんのか何これこれ中指立ててるの中指立ててるのバックってつまらんって言ってつまらん死ねってしかないよなえこれはどれだろうこれかなこれなんだろうな本当にわかんないいざ勝負これかこれじゃないかと思うんだけど。さて思ってるんか。いやどっちだろう。でもこれこれにしよう。別れたね。別れたね。別れたね。なんか指立つって。急に殺意が現れたって。そう。あやっぱりいいねか。あいいねか。おじゃラインさんにも言われてるよ。急に撮影現れたって急に撮影俺はおっちゃんそういうやつだって分かっちゃうからこれ顔の横さ立てせんだから反応してるっすね反応してるって何でその立てせん何できるんや反応してるんやあれあそこ立てあるんだあれ間違って反応したんかかもしんないねえ反応しちゃうんだねあれも OK なんだ最初万歳しようとしたけどあまりにもなんか不評だったよね あれ万歳だったんだ万歳だったんかあれよくあるのだったなんだか分からなかったなんか襟かと思った高貴な感じだった高貴な感じ
これ夢じゃないよね。中指を立てから分かったね、このゲームで。うん、そうだね、中指立てるの、ああ表現すればいいな。早速じゃあ中指立てとくかな。早速最初から。早速とりあえず中指立てとくか。全くと言っていいほどこれお題に関係ねえ中指なんだよな。中指立てるのにふさわしいセリフ何にもないんやけどな。え、あれでしょ、いけないんだ、いけないんだ、ダメダメ熱すぎてクソみてえな。ん、一回夏場に太陽に向かって誰に許しを得て熱くなっとんじゃんって聞いたことあるっすけど、誰に許しを得て。みつき様の切り方やん。私無駄に材料が2個なくなっちゃったな。4つなくなった材料どうしよう。4つなくなっちゃった。指が立ってる。え、ご中佐のオープニングか。ご中佐知らねえんだ。ご中佐ってそんな怖いアニメなの。こっちはこれポプテピピックでしか見たことないよ、この確かに、確かにポプテピならあるわ。調子だな。あれは面白かったわ。どうしよっかな、中指が邪魔な。中指ちょっとなんか中指邪魔だな。見る側もだいぶ邪魔だけどね、情報、視覚的情報がなんかちょっとごっちゃごちゃしてる。めっちゃごちゃごちゃしてる。ごちゃごちゃしてるし、手抜いたとしてもまだ3パートしか置いてねえのよ。確かに今ちょっとまだそれでも1分しかないんでどうしよう。まだわかんない。1個これ当てはまってんのあるんだよこれ。マジ、うん、どれだ、どれだ、1個だけある、当てはまってんのが。あのね、これはもう完全にやばいな。あれだ、あの中指大事だよこれ。え、マジで中指大事やん。中指大事だよこれ。中指あるとすればあれかなっていうのはある、ね、いや中指あるとしたらもうこれしかないでしょこれ。知らんか。やべえよ、これ二択になるな、このままだと。しかもダブルであるなんてね、もう相当だよこれ。ダブルは相当。だって作れるって言ったんだもん、作りたくなっちゃうじゃん。作る方法をね。作る方法を伝授されちゃったんだもん。どうだろう、マジでもう完璧あれだわ。もう、あ、でも多分違うと思うぞ。あれ違うのかな、多分ね。これで分かったら俺その人もマジですごいと思うよ。マジでどれだろう、じゃあ違うのかな。うーん、中指に時間かけすぎだな。中指、はい、中指みたいな。これかな、まあこれだろうな。でもこれこれだと思うんやけどな。これこれ、うん、これにしよう。これにしてみよう。中指立てる理由はこうだろう。ああ、やはり熱いか。いや、熱だろ、たぶんあれ。なるほどね。伝わってくれた。確かに確かに。中指があっても熱いわ。太陽に中指立てたって言った時点でさ、もう、それになっちゃったじゃんと思ったけど、確かに顔が何もできなくなっちゃったな。でも伝わった伝わった。中指で中指立てる人自分以外に持った。仲間や仲間。ははつまらんで中指立てるのはやべえやつなんだ。やったこれミキ様に殺されないで済む。1位になったから。1位やから殺されるぞ。いや上位は全員殺されるぞ。やば、下位も殺されるよ、全員死ぬんや。いや面白かった。いやなかなかやっぱ面白いなこのゲーム。ね、次どれやろうかな。4人なんだよな。5人だと、5人だと芸術家探索なんだっけ、そのスタートアップスって書いてる、よくわかんねえの。これは4人なんだな。スタートアップス確か4ですね。そう、4人なんだよね。月面探検と海底のやつとお絵かきのやつと、あと藪の中、これか。藪の中、やぶー。これ知らないっすね。あ、知らない。じゃあやってみるこれ。はい。遊び方見る。あ、どういうのやりながらで。やりながらで。いいっすか、いい、じゃあ、うん。大丈夫っすよ。制限時間だけ一応伸ばしておくわ。みんなそれぞれ選んでもらって。早く決まったら。よし。で、ゲーム開始。楽しいゲームしようぜ。よぜ。ややこしかった記憶だけはあるけど、何するやつなんか覚えてない、ね、ルールなんかややこしかった気がする。プレイで5の時だけ一番数字が小さいやつが犯人じゃなかったっけ。あ、そうだ、5が含まれてる時は少ない、一番小さいのが犯人で、それ以外は一番大きい数が犯人、うん、でその犯人を当てましょうっていう
ゲームだったね、うん、でそれぞれでアリバイが2枚ずつ見れてて、ここにあるものは使われていない、うん、ABC には入っていない、 ABCD には入ってない。あー、あのペンギンのアイコンの人が犯人だと思うな。アイコン、いや私探偵なんで。いや、ヒゲだけで見るわ。あの、もう探偵の中に犯人がいないっていう固定概念良くないと思います。いや、この場合入ってないのよ。で今おっちゃんは A を選んだ。うん、で前に選んだ人の場所は見れないんだよね。うん、いいのか真実がずみえ。おっちゃんを信じた。いや、おっちゃんを信じたわけじゃない。信じたわけじゃない、俺の勘を信じただけだ。なるほど。え、新日記選んだの何だろう。新日記はそっちを選んだ。さあ、どんな数字が見えているかな。俺はお前らを信じるぜ、その立派なヒゲを。立派なヒゲを。 おっと、じゃあそこが見えないわけで。ああ、なるほどね。何選んだんだあれ。そこでな。そこお茶は見えてないからね。ここね。なんだよ。俺下手すればこれちょんもいで俺大ダメージ食らうんよ。ちなみにこれ X は犯人じゃないよ、絶対犯人じゃないよっていうマークです。いやでもこれは普通に考えるとここになると思うんだ。そうね、体を張ったカバー。そうね、間違ってる場合一番最後に選んだ人が全責任を負います。なので私が責任を負う。5じゃないのであってくれ、ね、意味がようやくわかった。こういう感じ、うん、あー、なるほど、そういうことか。なるほど、数字がでかいやつが犯人や。数字がでかいやつが犯人だ、うん、ほうほうほう。で、5のアリバイが見えてる人は強いね、うん、そうね。5があると8も危ないから、まあ、っていうのは、あれですね、ルールいい加減見ろってことやな。ルール見てもようわからんよ。そう、多分やりながらね、なんか気になったこと聞いてもらえればみんな答えてくれる、うん、ああ、ちょっと考えよう。これ何回かやんなきゃわかんないからね。かつにブラグ張ってくる性格だからね。信じていいかどうかわかんないね。いや、俺はもう嘘言わないからさ。ほう。おあなたの推理の時間です。いや、実に面白い。微妙いな。ディリリ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 リディリリ。笑顔おめでとうございます。ディリ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 。勝つには B に置いた。ディリ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 。あ、アルくんが来たぞ。どうぞ。アルくん。ボイちゃんにはまだ現れてないかな。なんやなんや、その新日記のカツミンの揺さぶりは。分かれてるな。どれこれ、今 A と B が見えてて、うん、あー、 OK、 意味が分かった。そういうゲームね。どっちだ、うん、でもこれ素直に行くと確定じゃないけど、こっちかな。素直に行ってみよう。素直に。え、あのミスキーが素直。いや、いつも素直やろ。いつも素直でしょう。これ、うん、これ、今おっちゃんは B が見えてない状態だからだいぶ悩むかもしれない。そうだね。うん、なりますよね。おっと、やばい、はやばいな、これ。この二択はきつくないですか。これだいぶ悩ましい。この二択きつくないですか。どちらにせよ見せればチョンボ3だな。そうだね、確かに。俺は誰を信じればいい。一人突っ張るっていうこともできるけど、うん、そうだね、あえて1に行って、一番被害が少ないかもしれない。1マイナスにしとくみたいな、うん、でもそんな弱腰でいいのか。
お、攻めるか。ダメだよな。ダメだよな。もうダメだよな。攻めなきゃな。俺はあんたらを信じるぜ。ベッドだ。レイザー。いや、C が分からんのよ。どれだろう。そうよな。C が分かんねえんだね、全然。そう、怖いんだよね。6! 8回なるほど。なるほど。8回いやでもこれはしょうがないよあーでもローさんチャップリンチャップリンなぜいきなりチャップリンチャップリンいやチャップリンやろやばいなモバンタイムスな肩代わりしてもらってしまった俺最後なちった最後やなんだよな分かる最後の責任感やばいまだ致命傷だぜもう致命傷もう致命傷もう終わってんだよ大丈夫だ俺にはあと1回失敗が許されている許されてる頼むぜ来い俺のカードなるほどそれとこれが私が見えているうん前に2人がなかなかやべえ奴らなんだよな何だなこういうの信じれるのかどうか。うん見えてないところに置いた。ああ、そうであれば、まあこうなるんかな。おお。みんなそうなるのか。待って、待ってこれこの数字え何？誰も今見てない見てないし。A、B、C のうち2枚見るのはどの2枚なのかランダムなんですか？いやあの前の人が選んでない2枚。そうそうそう。一番初めの人はランダムだけど一番の人は AB だけだよねあ、そっかあー、了解了解待って、殺されてるのは誰、うん、お前何番何番お前何番これもし C が犯人じゃなかった場合俺死ぬんだよあ、確かにそうねそうねこれこの数こえー、あえて別なのやってリスゴスもありお前だおお、 A に選んだ C が何か分かんない以上俺はこれにするぜなるほどここで俺は最後のライフを使う私が今 B と C 見えてる状態で A が分からんけど、うん、だとすればおそらくこれではないかねあってことは俺これ死んだんじゃねえかいやまだだまだ分からんよちょっと待てうんうん、勝負は最後になるまで最後までわからないからな。わかんないからな。まだ。一人勝ちの予感もあるぞね。待ってどうしようまだライフポイント200も残ってるよ。ライフポイント200もあればまだ勝てるんだよな。魔法使いの飛行さえ来なければ。裏側で殴られても知らないからまだ。考えろ俺考えろ。考えろ名推理を見せろ。これがダービーズゲームかコールと言えコールで言えば俺は勝てるんだ吹き乱すようにローシの後ろにつけて勝つに肩代わりするもありだけどねああ確かにねそんなんでいいのかそんなんで勝負になりますのかほら冷静にいい勝負だよな多分 C だと思うこれは C だと思うこれは私は多分お前死んでんのか、うん、C 格だね、うん、死んでんのかよいやもう多分俺の推理はとりあえず合ってたのよ多分誰も5は見てないんだよ見てないねうん、うんうん、見てないけど美月が B と C 見て C 選んだんだったらもう C だなっていうそうだね、もし A が5だとしても、うん、3だと B だからう、うん、私が C を選んだ時点で多分 C だね誰もアリバイで5を見てないなとかねこれ 5が犯人になるんだっけ5があったら5はね、5があると5が ABC の中に入ってると一番数字が小さいやつが犯人になる5、6、花が3容疑者としたら5になるってことですね、って言ったらうんうんうん、5、6、7だったらどうなんだろう5、6、7だったら5になる犯人になって5でいいのか9、7になるから、うん、いいはずほう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 、なるほど、うん、ほうほうほう何も見てなかったなるほどなるほどほうほう、実に面白い大事な一手ローさん、これで決まる
なるほど。実に面白い。うん。やる？ディ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 、これでいこう。ディ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 。私は死ぬかもしれない。私は死なない、お茶が守る。そうな、一回勝負に行ってもいいかな。綾波が行く。おきに行くか。おお、死に気守ってくれた。なるほど、なるほど。その選択が吉と出るか、凶と出るか。実に面白い。ああ、なるほど。これは、私も肩代わりしましょう。つまり、これは俺、初手から正解を選んだのでは。今ね、老さん以外みんな A と C が見えてる状態で進んでて、うん、いいのかお前ら、俺を信じてしまって。ああ、まあこれはこうだよね。そうだよね。俺A と C 罰か。A と C 罰か、もしかして。とね、あれ罰し。そっちが罰なんですよ。うん、そっちが罰だね。まあでもそっちが罰。うん。うん、で C 何よあんた。あ、なるほどね。で、私とカツミンが5っていうアリバイを見てるから。見てんの。絶対ないのには。そう。なるほど。これは確定だった。なんだ。俺一人だけ守ってるだけじゃねえか。まだ生きてる。これが消耗戦か。なかなかしんどい勝負だぜ。ラウンドはまだ続きますよ。まだ半分ぐらいだからね、これ。そうね。半分過ぎた。ちょっと初手ダイレクトアタック痛かったね。あれが痛かったね。だけど、もうあれはもう俺デク君のセリフだ。君が助けてるぞ、星さんの顔をしてたって言って選んだわ。そのシーンやると泣く。さて、それな。君はヒーローになれるで泣いた。俺はヒーローになれた。なんてことだ。とてもいらない数字が2つ。いらない数字。困ったもんだぜ。頼むぜみんな、俺にヒントを出してくれ。どうするこれ、みんなばらけておいたら。全員 ABC に1枚ずつ置かれて。いきなり C ですか。なるほど、なかなか面白いことをする。さすがだぜ。手を切ったね。ああ、なるほどね。いいベッドだ。バイプッシュだ。じゃあ私も C に置いちゃおうかな。ほほ、素晴らしい。素晴らしい。これ絶対的に 5番目ってか、一番最後の人が圧倒的に有利なんですね。ああ、これ今圧倒的に不利じゃない？不利だと思うよ。見えてるものが、見えてるもの次第で。これここでしょ？前の人が正しく選んだとも限らない。ああ、そういうふうにブラフを張ることができるんか。そうそうそう、嘘つくことができる。なるほど。そうそうそう、揺さぶれるから。いい感じに泥仕様になるな、そうやったら。やっぱり、そう、引っかけます。死ぬんだったら盛大に死にてよな。お、あ、そうね、一人で死ぬよりもみんなで死んだ方がいいですもんね。いや、これ最後の人だけ、あの、盛大に食らうから。そうなの、一番最後にその選んだ人が全員分のマイナス肩代わりだから。そう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 。あ、素晴らしいゲームだ。いや、素晴らしいゲームだ。そう、面白いんだよ、これは。7か。7でした。ワンナやっぱり時代は民主主義だよな。引っかからなかったね。あ、ダメダメダメ。命拾ってから強いからね。強いかなと思った。死んでないんだもん。死ぬまでは強気に出れるよ。死ぬまでは強気に。無難に勝つよりも一発勝負かけてみるのもありか、これやったら。やめてくれ。いや大丈夫だ、新人最後だ。よーし。よーし。順番によってね。そうね、緊張感が違うね。頼むぜ、俺にいい数字を見せてくれ。あー、どの数字来る。ドロー、モンスターカード。まあ、アリバイによってだいぶなんかハンデあるよな。うん、終わった。あー、なんとも言えない感じ。ちょびひげマークは誰だ。あー、ロシー、これがロシーか。なるほど。スタンプかわいい。なるほどね。いやけど、どうしようかな。ここで。なんて
そこを塞ぐのか。そこ君なかなかいやらしいね。なるほど。君それなんだい。こっそりチャットで教えてくれよ。それなんだい。それなんだ。そうか。どう虫のひげは新日か。新日とおっちゃんが同じのを見てんのか。あれはなんだ。んああそうか。ああそうね、うん。あれはなんだ。ボンジュールを信じていいのか。なんだあれは。ボンジュールって誰のこと言ってんだ。アンさんや。俺らしか。ボンジュール。ボンジュール全員ボンジュールだよそっち。全員ボンジュール。全員ボンジュール。ああなるほどこれは悩むな。勝見はチャイナだろ。チャイナ。いやこれは悩む。チャイニーズなヒゲだろ。ヒゲじゃねえこれ。ラーメンマンみたいですね。ラーメンマンのヒゲじゃねえのかよ。これみんなこれヒゲだと思ってるから多分髪だぜ。マジかよ。これからベートーベンって呼ぶわ。バハって呼んで。でもし。バハだな。って信じていいんじゃない？おほいいのかな俺は命を拾ったぜ命を拾ったぜ命を拾った俺は強いぜいやそれね考えたんだよねどうしようかなってはね一瞬考えたけどアリバイによるなそうだねアリバイによるねほほあーまあわかるわかるその選択はわかる無難にこれじゃねあ無難にこれじゃねってことはここは大丈夫ってことだなじゃあ大丈夫じゃないそうだな真理がそこ選んだんならなうんきっと大丈夫だ5じゃないなきっと A は5じゃないなA が5だった場合は C なんだよないやーん8! あ 8! 素直素直ダメだよね、おっちゃんと俺が5見えてるからよあ、なるほど、そっかそっかそ、ね、5見えてるから、ちょっとね、テンパってルール勘違いしててうん、8一番弱えのかと思ってて最初あーなるほどねって考えたら、うん、あ、強えわってなって、まあいいやってなってたんだよ普通に当たりだったんだね普通に当たりだった、なんか引っ掛けてやろうかなと思ってロシそれ乗っかってきて、うんうん、あの美月さん引っ掛かったらラッキーやなと思ってたけど普通に強かったわ8 普通に正解だった最終ラウンドだよかった信じといてあこれ最終ラウンドか最終ラウンドできるなんてことないですよまさかこれはまずい展開だなうわ役に立たへん情報しか得られんかったな確かにここで美月さんの配信画面を見るわ俺は4つ分かることになるずれ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 確かに参加してるみんなはあの配信画面を見ちゃダメだからねちゃんとあのコメントはポップアウトしてそっちは確認してるんでありがとうこれはここどれを選ぶというんだね何私は B を選ぶファイナルアンサーファイナルアンサーディ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 ン正解まだわからんよあれわからんよまだわからんまだわからんな正解まで長いんだよなこれなこれ最終ゲームだよね最終ゲーム、うん、無茶はそうしないでおこうかな最終ゲームは無茶するもんじゃないですかおおなるほど最終だからこそあなた無茶するとロシがきついよはぁ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 一体なんだわかんないからこっちは B は一体なんだ B が一体なんだろうなマジでお前は一体何なんだなんでしょう教えないあ教えてる人いる教えてる お前誰だお前誰だ C B 誰だお前 B 死ぬ時は派手に死のうぜド派手にないやー真ん中だ真ん中見てんの美月だよ確かに私だけだねそうなんすよね忠誠心試されるよカズミこれ忠誠心試されるこれがブラフだった場合カズミ一瞬にして殺されるから、うん、確かに死ぬね俺はどちらにせよもう死の未来しか待ってねえんだ
待ってな。オッケー。ちょっと配信確認してくるって。これを選んだ、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 こっちだ。お。お、ほんまか。まあ、頼むぜ、水木さん。可能性あるとすれば C もまだある。あ、そこだった。ない、ない、もうないわ。もうないわ。もうないわ。裏切り者には C を。いやもう誰も GO 見てないってのはあったんだけどさ、うんうんうん素直に選びましたよ。ああ、優しい人で助かったぜ。俺は今回も生き延びた。しぶてえやつだぜ。しぶてえやつだぜ。生き残ったね。ああ順位知らないね。生きてれば勝ちよ。生きてれば勝ちよ。そうね。あ、そうね。死なやつ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 危ないぜ。やったぜオッケー勝った勝った。皆さん来るかな。でも楽しかったな。あるくん来るかな。待ってましたよ。あさん。どうも。どうもお疲れ様です。お疲れ様。お疲れ様。オールマイト。私が来た。やってくれる。ありがたい。声優もちげえし。何ですか今ね、盛り上がってます。今ねみんな温まってます。この顔との顔と、ヤブの中を今遊んだんだ。あ、人が5人でやるんだったら、私を一瞬感染にしてでもええです。お手洗いに行きたいんで。これってさ、この感染、私もお手洗い行きたい。うん。で、どうやって選ぶん？んとね、自分のアイコンと名前の横のプレイってとこを押すと、多分それあの、ホストしかできないはず。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。あ、なるほどね。他の人感染できる？できる。あ、できるね。できるわ。すべてはミツキに握る。私がすべてを握る。ミツキ先生、私お手入れして感染にしてもらえませんかね。いいよ。わかんない。プレイ感染対象ってあるかもしれないから。対象。対象キックなだけだよ。キックしてるだけだよ、それ。キックかっこ物理。対象はやばいね。帰ってきたら席ないかもね。お前の席ねえから席分だけ入ってるな。え、でも私もお手洗い行きたいな。じゃあ三木先生も感染にして、この4人が何かを、うん、4人で盛り上げてくれると信じて。何やる？なんかすぐ終わるやつでいいよ。じゃあすぐ終わるやつ、つまりエセは感染面白そうだね。エッセー、じゃあやっててもらう？いいよ。その間に、お手洗いに行って、うん、横でガヤでも入れておこうかな。じゃあゲーム開始しちゃおうかな、もうね。出しちゃおう。お手洗いに行ってきますよ。はい、デスゲームが始まったぜ。これね。いやー、どれがいいかな。野菜かもにしよう。あれさえうまいからな。ね、これだって、でもコントローラーで書くんやで。そうだね。でもこれうまく書きすぎてもあれなやつだしな。なるほど。はい。これどうやってもバレない。ああ、これどうしよう。どうしよう。いや、だから、かっちゃん次第やな。ああ、なるほど。いや、もう、1手目と2手目でカバーするから。どういうこと？ 1 手目と2手目でカバーするって。2手目。おい、やってるぞこれ。やってるぞこれ。ああ、でもやってないわ。なるほど。でもさ、ちょっとこれ、むずない。ちょっとばらけるけど、ばらけるけど、そういうこと。ばらけるけど、そういうことでいい？そうね。横に何個落ちてるのかな。もう、カツミに乗っかるって言ってもあるよ。よし、乗っかろう。乗っかる。ああ、ちょっと待って。だいぶでかくなった。こざっかき氷だ。何これ乗っかったん。何これ乗っかろうとしてるか。どんぐり食べ物って認識。あ、野菜果物だったら。いや、あのさ、エセじゃない人は自分がエセじゃないっていうアピールもせなあかんのやで。そうやで。分かってる？え、そう、人狼ゲームで何やってても自分怪しいからって消される人間ですから、もう諦めてる。強人じゃん。強人ムーブおるやん。強人役職入ってへんけど、新十郎さん、はい、強人臭いから外そうって言われるですから。
ひでえ。あー、そうね、そうね。待ってね、どうしようかな。いや、かっちゃんはね、味方や、味方やと思うわ。あんまりね、賭けでこれ出さないと思う、俺。だって最初何やってるんかなって思ったもんね。うん。いやー、どうしようかなって十分でしょ。さんが怪しいからって思ったけど、おっちゃんがなんか難しいライブなんだこれ。エセムーブしてるからな。え、何してんのそれ。何してんの。何してんの。いやー、ちょっとねー、何救済求めた。あれあれ、ちょっと待ってね、すいませんね。あ、ちょっと違う、あ、間違った、これじゃない。間違った銃。全くわからん。俺なんでこ、俺なんでこれを書いたかわからん。何それ、唐辛子。唐辛子。唐辛子。今ここで一筆で書くのむずいな。これお題見ないで見てんの面白いな。思ってた形通り書けないっていうのがすごい辛い。お題見えてないからね、こっちもね、確かに。これなんだろう。ホームページで来てる。なんだ、おもろいことすんなあかんやつだこれ。なんだこれ。え、野菜果物。こっからアルさんの大喜利が出てきた。あ、やべ、ボタン外しちゃった。あ、急になんかそれっぽいムーブが。いや、でも違うな。これなんだろう。これ何？野菜果物、わかんない。みんなエセ芸術家だろう。みんなエセ芸術家。でしょうね。あかんって。一番情報がない。横棒一本はエセムーブなの。違う、あれね、画面外にはみ出ちゃったのよ、あれ。あ、まあまあ、まあ。そうだ。うん。あー。俺、教授ムーブでした。これなんだ？なんだろう、これ。おっちゃんの2回目何や、何を書いたの？それ、あの、結局その物を書こうとしたんだけど時間切れになっちゃったの。買っちゃうわ。俺ね、これね、ただただ間違った。間違った。ややこしいな。どれだろう。どれだこれ。これ無理だと思うよこれ。いや、俺はわかると思うな。どれだ。待って、どれだろうこれ。俺、終わり間際にあの答えチラッと見たから答えわかったけど。違うって分かったけど、唐辛子だったから唐辛子にとこ。あと唐辛子あった。新人気のあれ唐辛子だったもん。ああ、いちご。いや、もう歩くのでも分かってくれた。いや、そうそう、俺分かった。かき氷書いたっていうのは分かったんけど。あ、かき氷。やっぱりかき氷なんだ。なるほど。じゃあ、そんで。木だと思ったのよ。いや、その次にね。木だと思った。そう、新十郎さんが乗っかったから、怪しいなって思ったら、おっちゃんがエセムーブするからさ。おっちゃんが最後エセムーブするからさ。横を一歩はあかんって。エセムーブ。見て目の、これはもうどう見てもいちごですわ。おっちゃんが似て。似てもう似て謝ってんのよ。いや、貸したもんね、これ。似てじゃないのよ。聞いてきて、点点作れないじゃん、これ。そうだね、このゲーム。作れて作れないから、じゃあ、おじゃもう一個書くしかねえってなったんだけど、時間切れになっちゃって。何を書く？身を書こうとしたのよ。ああ、まあ、地面から書いてるようにしか俺見えないから、何か分かんなかった。ホームベース書こうとしたの。急にホームベース。勝つミニだったら、急に十字架書き始めるからさ。十字架とホームベースがマジでわけわかんなすぎて野球始めんのかと思ったもん。いや、もう1手目だけでもう理解してくれ状態よ。2手目捨てんだよ。このエセ芸術家をね、観戦で見てんのすごい楽しい。うん、楽しかった今。お題見えてない状態で観戦してたから今。ほらね。一緒に考えようの世界、ほんと面白い。そうそう、面白かった。今度お絵かきの森もやるか。あ、お絵かきの森いいね。俺あかんのや。あかんの。前見つけに、ね、東京特許局長。そうそうそう、東京特許許可局局長っていうお題が出たの。わけわからんわ。わけわからんわ。なんて表現していいかわかんなかったよね。おじさん書くしかないよ。そう、おじさん書いたら進撃の巨人って言われてる。俺それのヒントで流れてきた文字数だけ見て答えるっていう。そう、あれよく勝つみわかったなと思って。これ三月さんも参戦にして俺見てたいな。あ、マジで。じゃあ私参戦で技術家見てるのすげえ面白い。じゃあ同士にお見せするプレイをしましょうか、ゲーム開始。なんかな、お見せするプレイってなんかな。お見せされるプレイだな。ちょっと深夜の思い思いの絵描きましょう。深夜の感じになっちゃった今。見せプレイ。虫っこい虫。これ陸の動物もいいな。虫か陸の動物。
虫行こう。虫来た、虫来た、いいね。虫、虫。ロウさん見てて何か分かっても言ったらあかんで。そうだね。言ったら、言ったらダメ。最後まで言っちゃダメだね。一緒に予想してみようで、Y ボタン押して答え見るできるけど見ないから。コントロールは見えるんや。コントロールはもう遠くにぶん投げだからよ。ぶん投げだから。これ。感染モードね。なるほどね。これなんだろうね。さあ、カツミンの言って何かな、ワクワクするな。結局バレたらあかんっていうところがね。ああ、確かにそうなんだよね。バレちゃいけないんだよな。これあれだな。あの、もんじゃ焼きのヘラだ。7。ヘラ。ん？これが虫入れてんだ。これは。どこの部分書いてんだろう、これ。これあと7、2つ書けば、あの、37であの革命起きる。7。わからん。これ待って、待って、それどこだこれ。どう続けばいいのこれ。何これ。え、何、みんな数字書いてる。これどこれ無限マークでしょ。インフィニティ。インフィニティ。インフィニティ。7は無限の可能性を秘めている。可能性秘めてる。いや、ただ8かもしれん。8かもしれない。次9出てくるじゃん。なんだこれ。あ、画面がいった。ああ。いやでもこれあれ表現してんじゃないの、違う、うん、な、そうかなとは思う。ヒップね、なんとなくそうかなって思ったやつをやったよ。今の足しゃいいんだ。3と7と8やな。378だね。378数字で虫を描くっていう高度な遊び。1出てきた今度。あれ、おっちゃんまた SM ムーブしちゃってる。なんだそれ。おっと、それは。じゃあ俺は 2にしようか。2にしようか。できた、はい、やべ、これで虫って何。でも結構ちゃんと書いてると伝わってるな。そうね、どうしよっかな。俺さん、さすがだな。絵うめえっていうのさすがだよな。でも俺直線しか引けへんねんけど、なんでやろう。曲線が難しい。こう描けない。ゼロ。あっ。おっと、途中で終わっちゃった。足んなかった。何これ。八が完成して、ああなるほど、そうなって、あ、これ文房具、これ文房具、はいはいはい、文房具、あーこれ、あーどうしよう、何書きさせばいいんだろう。もう結構文房具か、あの八の間からハートマーク飛び出てるよね。ハートマーク、いやこれはさ、勝つの進撃の愛の結晶や、愛の結晶よこれ。素敵やね。なんかちょっと SM 部みたいになっちゃうけどさ、なんかやらんと怪しいぞ。あーマジで、いやでも時間ないって、時間がないよ。これは足すものなくない？いやだってさ、もうほんと足すのないんだって。本当にそう。あるって足すもん。え、あるの？いやどこだよ。まだあるよ。言ってる人全員せやって。まだ全然あるよ。どこだって。あー、おっちゃん、わかった、私のフォローしてくれたんや。これがいるでしょ、これが。何それ、何これ、え、これがいるでしょ。え、逆にそれ何。え、むずい。これはもう、わかんねえ。もうこれはもう俺おっちゃんにしか見えねえんだ。逆にそれ何。おっちゃんだって線2本引いただけやで。虫。なんでみんなあれない左使わへんの。いやだってなんかそっちになんか物があるから。違う、俺のに釣られたんだよ。だって それにしようとしてんのかなって思うから。あーもうよかった。せやな、よかったよかった、ね、割とマジでわかんねえ。スズム、無理じゃないこれ。スズムシ、スズムシ、これむずい、無理じゃない。え、答え見ればわかるかもしんね。でもいい感じで、でもわかんなくはしてるかもしんない。なんか人の力あるけど、力、力選ぼう。力が欲しいか。なんだあの最後の点が気になるんだよな。さっきの点、力あれが全てを物語ってる。俺全部分かった。はい、あれ最高だよ、力だよ、力なんで、え、あの最後の点って何だったの？先に止まってるセミね。セミが止まってないと木しかなかったもん。あ、そういうこと？なんかあれが虫もセミだと思ってて。あれ木でしょ、あれ。木だから木にセミが止まってても、その木を、あのセミを新日が描いてくれたと思ってたから。そういうこと？そう、ね、スケール違うけど。とりあえずあの一つ聞きたいのは、あの新日のこの鉢何だったの最初の。セミ、ね、
セミの目を描こうと思ったんですよ。ああ、なるほど、なるほどね。目を描いて、三菱みたいなマークで、目、目、口って描こうと思ったんですけど、途中でなんか、ふって切れちゃって。ああ、そういうことだ。なるほどね。なんか、そこから克実が動きわかんないハートを生やしたの。いやいや、あれ羽だよ。羽か、うん。あれは羽のフォローだなっていうのが伝わった。うん、もうこれであの、スズムシか何かが泣いてるものを描いてるのかと思ったんだけど、ね、上の7が全くわかんなくてさ。7だよ。7が文字わかんない。え、セミって言ったら7だよ。なんでそういうことや。木じゃないよ。あれ木かと思ってさ。セミの寿命は 7日間でそうは決まっとるよ。そういうこと。かつみ、それはひねくれすぎだった、さすがに。さすがにそれはひねくれすぎ。ただこれマジで7って書いたんだ。マジの7だったんだ。なんか一部だと思うじゃん。そう、絵の一部だと思ってたわ。そう、多分そのプレイングは違うんだ。文字は中入れるビーズって書いてほしかったっすけどね。ビーズ。セブンビーズって書いてすごい分かりやすいけど。セブンビーズって書いてるのもバレる。やばいな。いや、面白い。いや、あれ絵の一部だと思うか、もしくはそのセミって知ってる人が読み取ってくれるか。あー、読み取れなかったわ。絵を描く場所やから。そうね。さすがにさすがにね、がっつりがっつりなんか文字書いたらあれだけど、まああんくらいだったらまあ形で。いや、なんかみんなで絵を描くゲームなんじゃないのこれって。根本的に言うと。ね、うん、そう。ほんまはね。絵だと思ってたわ。まあ思ってたわ。まさかの数字で圧をかけてくるスタイルは新しいわ。ローさんもやらんのこれは。よし、参加するかな。参加しちゃう、参加しちゃう。もうみんなでやろうぜ。あ、これあのみんな で一応できるから、ね、できるんだこれ。そうそうそう。ただね、観戦モードで見てんの結構楽しいよ。確かに、観戦した人いたらやるやる。観戦しましょうかね。あ、じゃあ新十郎さんが観戦で、はい、ちょっとタバコ吸いながらゆっくり眺めさせていただきます。オッケーオッケー、観戦楽しいからぜひゆっくりどうぞ。じゃあと他はみんなプレイで。いや、明日がっつり仕事っすよ。おお、やるやっけ。私も仕事だけど、まあ気にせずに遊ぶわ。あ、ありがとう。そうそうそう、嬉しいわ。エロはこの後、デロバが待ってるから。デロバ明日休みなの？うん、休み。うん、わかった。ああ、わかった。ああ、わかった。楽器はいいかな。あ、スポーツ。スポーツ競技。難しそう。夏の悪夢が蘇る。難しそうだよ。うーん、なるほど。なるほど。はい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 。微妙な間ができてしまうな、これ。そうね。ああ。感染モード、確かに謎が多すぎて分かんないですね。一応あの Y ボタンかな、押せばあの答えは見れるけれども、見ないであの一緒に考えてるのがすごい楽しい。うんうんうん、確かに。こうまでにしようかな。かっちゃんが、なんだこれ。あー、なるほど。直線以外を初めて書いたんじゃないか。うん、直線の宴がついに曲がった。曲がったな。タスとな。これここまで曲がったらおっちゃん多分 S じゃねえな。S じゃねえな。これ逆にタスと枠外行っちゃう可能性あるから。そう、枠外行ったら終わるからな、その瞬間。あ、ちょっと待って。あ、丸が書けない。丸が書けない。丸が書けない。ペンタゴン。星を描く。星を描く。爆発しちゃった。爆発しちゃった。爆発しちゃった。始まる。なぜかマスターデュエルに採用されてないやつね。採用されてない。採用されてない。それ。どうすっかなあ、これ難しいな。どうしよっかな。時間ないよ。あと5秒。じゃあ、俺がおっちゃんの石をつくぜ。おぉ、これはエスじゃねえか。いやー、もう、うん、これね。あー、じゃあ俺ここに待って、俺分かったぞ、これ。はい。え、なんだ。あー、ちょっと、もっとさあ、あ、ごめん、あんまりセーフ。お、すっ、はい。あー、あー、あー、なるほど。なるほど。伝えたいことは分かったかも。まっすぐ引けねえのよな。どうしようかな。コントローラーでやるの難しいんだけど。マウスでやってるわ。いや、曲がらんだけど、ね。あ、すごいすごい。よく書けたな。すごいな。うん。本当にあの、このサンディスティックで綺麗に丸書けねえもん。え、これ、あとはもう何を書いたらいい。
これ何なんだろう。海には意志はついた。意志はついた。よいしょ。あ、ま、あ、歪む。このムーブは多いよ、俺は。いや、あのさ、円かけなくない？おっちゃんうまい。いや、円は難しい。うん。円、円むずい。円が下に大きいかな。やっとそんなんあったっけ？あ、失敗した。時間足んね。30秒じゃねえんだ、かけ始めると。5秒か。それどう？あ、そっか、かけ始めて5秒か。そうだ、ほんとだ。これはそうか、書き始めが5秒だから、それでさっき綺麗になったんか。あー、なるほどね。30秒あるとです。端っこにちょっと。いや、俺めっちゃ頑張って曲げたで。曲げたで。曲げたね。でも、まっすぐしてほしいとこまっすぐならんかった。すっ、すっ、すっ。あれ、もしかしてラッパの音入っちゃってます今、なってるんですけど。ラッパの音？大丈夫、聞こえてない。あー、よかったよかった。えこれは今のところ2択なんだよなぁ。こうかなぁ。どっちやろなぁ。あれだってわからんかったからな。もう、言ってもいい全振り。なぁ、けどそういうわけでもねえな。あー、ミスった。投票ミスった。あー、わあー、これは。いやー、ちょっと、あー、ミスった。投票間違えたよ。ミスったかも。分かれてるねーこれは。いやー待って。でもローさんが怪しいと思ったけどなー。やっぱアルさんかー。うわあ。ローさんが上手いからって思ってた。いやまだローさんが怪しいと思ってるけどな。ローさんがまだ怪しい。おい入れたからって。みつきとおっちゃんは俺の意思を継いだんじゃなかったんか。これは途中で分かりましたね。いや最後のやつがね、最後迷わせてきた。最後何書いたの？最初え？いやもう俺はもう最後書いたのは弓。だからそれが使わんだ。弓？弓関係ないもん書くとそうなっちゃうんだよ。だからあのエセ芸術家でも俺がエセ芸術家でも。でも弓書くなんて大それたことせん。知らんがな。いやでもなんか間違って認識してなんかアーチェリーとかに認識して書いた説あるじゃん。それをエセ芸術家にミスリードしたかった。あーなるほどな。あそういうことね。逆グラフを。でエセ芸術家最後当てちゃったら俺ら負けだからさ。あー確かに確かに。さっきダーツの悪夢が蘇るって言ってまたダーツ来ると思わんよ。そうなんかあれ笑いそうになったんだよね。そう笑いそうになってどうしてあの声聞かないかな。いやもうだってそれ書いたら終わりやん。あれさんは聞いてなかったから多分わかんないけど他のみんな聞いたやん。そ、ね、俺それきやった時点で終わりないよ。そうね。いやもうここまで書いた時点で、うん、SNS 多分バレてんなと思って。あー確かに情報与えすぎたね。で多分みつきとおっちゃんはもう多分俺があの味方だったら分かってるから、じゃあここはなるほどね。ミスリードするか。あーすまんやで。なんでその二人が引っ張られてるの。すまんやで。最後のミスリードってそのリスクあるよ。あるあるある。特に一番最後だったからね。そう最後の一手決めちゃったね。まあ俺の勝ちってことでいいかな。ああ負けた。あの線引けばよかった。勝ったパターン見れてなんかちょっと嬉しいっていうかなんていうか。あの線引いていればバレなかったかもしれねえ。何だ何その線って。それ知った時点で三月さんとかちだったらねエセが、うんうんうん、もうダーツって一発で分かっちゃうから。うん、うん、確かに。あれさんダーツやったことある？あら、あの足はあのラインあるじゃん線。うんあるね。俺あれ一回書いたんよダーツってこれで遊んでる時にやった時。はいはい。でその時あの美月さんいなかったけど他の3人が何その線って。誰にも通じなかったよ。まあでもそっか、なんかあんまなんか意識してないかも、うん、やってる時はもちろんしてるけどさ、うん、だってみんなが窓とかや書いてる中に謎のとこに LINE 聞き始めたからふんってみたいな。確かに場所の情報がちょっとねその大きさのあれがね。でもローさんローさん、うん、弓よりは分かりやすいよ。弓よりは情報あるかもな。そうね。ミスリード難しいね。
うしよっかな。これもやってみたさはあるんだよね。でも4人なんだよね、これは。あ、俺感染にしていいよ。あ、いいの？いいよ、俺もいいよ。やったことないから一回感染しようかな。あ、じゃあ多分誰もやったことないと思う。俺もないの。やってないの。みんなやってないと思う。ね、私一回だけテストプレイしたけど、うん、他の皆さんみんな1,2,3,4 これで4人だよね、今ね。じゃあやろうか。じゃあ、あ、見ます見ます、自分大丈夫ですよ。あ、感染で OK ですか？あ、いいっすよ。あ、ありがとう。これ何、8歳以上？やべ、8歳以上大丈夫かな。制限時間、あ、どうしよう、一応なしにしとくわ。1回ね、わかんないから。一応得点30で、とりあえず可愛い。うん、ね、そう、ニワトリがね、石を産むんですよ。宝石を産んでくれるニワトリなんだ、これ。うわ、金の価値は。うわ、お茶のところはあの卵も産まないで、うんちしかしないよ。うんちしかしない。ああ、それなりに宝石を集めるゲームみたいな感じ。そう、なんかね、これね、なんかね、遊び方は説明で、ね、ややこしいからな、これ。が2個ずつ産む石は手持ちの石をより多く捨てた人がもらえます。石の価値は最終的に全員の持っている種類ごとの個数が多い順に高くなります。そうね。で、競りを繰り返して 低くなりそうな石は捨てて、価値が高くなりそうな石を集めましょう。うん、全然わかんないです。リワトリはもう関係ねえな。これね、むずいよね。なんか説明、思い思いにみんな開いて見てくれると嬉しいんだけど。これも選べばいいのか。俺はこれを出すぜ。じゃあこれで。お、みんなもう選んでるね。金塊はいくつ持っていても大丈夫です。え、金塊はね、できるだけ持っててもいいのかな、この1。ちょっと待って。うんうん、ちょっと待って。知らん、先に言ってよ、それ。金塊出した俺。今俺もゲームの目的。なんか金塊やと思わんかった、これ。俺も金塊出しちゃった。なんか、どういうこと？四角い金色のやつが。まあでも、やってるうちにわかるか、これは。もしかして。それはまあ、出さん方がいいやな。捨て場に3つの石がランダムに選ばれて捨てられます。は？ランダム？なんかあのね、ラウンド1って書いてある下に、今なんか宝石、なんかあの6つ、うん、上からあると思うんだけど、そこに一番、左側のやつが見本で、その種類のやつが今あれよっていうので、うん、今青とそのオレンジと赤、うん、と今一番下に金色のやつが追加されると思うんだけど、金塊出てきた。そう、その四角い金色のやつが金塊、うん、で、金塊は価値がずっと変わんなくて、その絶対持ってればプラス1点、1つ1点になるやつ、うんうん、で、他のはそのみんなの持ってる状況によって価格が変動する宝石たち、うん、で、1位の宝石がどれかわかんねえ。そう、1位の宝石はね、そのみんなの持ってるやつ、最終的なそのラウンド終了した時の持ってるみんなの合計が一番多いやつが1位の宝石になるんだよね。あ、そういうこと。そう、そういうことか。みんなが一、え、難しいな、これ。これ難しい。多分やって、了解した。何回かやって理解する感じになるとは思う。うん、うん、まるで何も理解していないおじさんがここにいるんですおじさん大丈夫だ、俺も理解していない。考えるな、感じろ。とりあえずもう捨てれるもん全部捨てましょう。全部捨てる。何も考えなくなっちゃう。で、今これがそこの鶏産んだやつをゲットするための競りで、ね、うん、一番多く石を出した人があれを競り落とせる人。うん、同じだったらそっちが持っていくんだ。そ, れそう、同じだったら、はいはいはい、その後からやった人が持ってく。お、4つかよ。4つ出たね。金塊もある。これは。うん。すげえ。うーん。すげえ心理戦、ワクワクするやつやん。ワクワクする。多分ね、状況、分かってからやるとワクワクすると思う。あ、いいよ。ゼロ。ゼロ、ゼロかな。あえて捨てる選択肢。あえて、あえて出さない、今ここでは。
で、相手が何の宝石を集めてるかとか、うん、もう考えつつどれ残すかなっていうので、うん、で、あそこの捨て場に並べられてるのが多いやつは、必然、なんかあの価値が低くなりやすいやつ、うん、みんな捨ててるから残ってなさそうっていうか、ね、そういう考え方というか全部の、ああ、分かってきた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 、はい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 、オッケー、今ラウンド 6? 今がね、ラウンド1の中でやってて、うん、終了8ってあそこの捨て場のとこに書いてあると思うんだけど、うん、どれか、あそこに宝石が全部マックスになったら終わり、どれか一種類あそこに到達した時点でラウンドが終わる、うん、あー、なるほど、ちょっと把握したわ、お、なんとなく分かってきたわ、なんとなく楽しいわこれ、心理戦結構あるからめっちゃルビー捨ててる、やべえ、めっちゃルビー捨ててるやべえ、価値が大暴落する、銀界は俺のもの、やばい、奪われた、やばい、ルビー大暴落、やばいな、ルビーが大暴落したぞ今、やばい、ルビー、ルビーあと1個出れば終了する、次ルビーあと1個いったら終了する、そういうことやね、金塊とペリドットなんかな、これは、あー、なるほど、このコインは意味ないの、それ以外1点か、マイナス1点、コインこれ多分ラウンド1ってこと示してんじゃん、コインね、もらえる、競り落とした時にもらえるコインは多分多い方が競りで一番初めにそのなんか選ぶ人になるのかな、あー、一番左に行くってこと、あ、そういうこと、あれでもカズミン下にいるのは、なんだろうな、それはちょっとよくわかんない、1ポイントかな、んー、なんだろうな、いや、次のラウンド行ったら分かるだろう、そうだね、うん、やってるうちに分かるさっていうあー、4負けた4、あ、で、今青の方が価値あるからってことか、ね、この多分最後だからじゃん、そう、価値は多分関係ない、でも数だよ今、そう、数が同じだった場合は一番右側にいる人が勝つ、自然的にもらえる、あー、なるほど、そうそう、あ、で今かけた分は返ってくるんだ、あー、勝った人は、帰った人は帰ってくる、あ、そういうこと、え、負けた人も出した分は払ってないから戻ってきてるよ、あ、そっか、戻って、あ、そっか、本当だ、戻ってきてる、うん、あー、分かってきた、分かってきた、あー、なるほど、そういうことね、あー、うん、今私もやっと理解したわ今まで手元に湧いたと思ってんか、みつき、いや、その捨て場にはニワトリ持ってる、ニワトリ、リアルだと奴隷が持ってくるからって、違う違う違う、なんか勝った人以外のなんか石は捨て場に行かないからどこ行ってんのかなっていつも思ってたけど、なるほどね、帰ってきてるのね、自分の手元にね、なるほどね、うん、おー、もうなんかラウンドが終わりそうえ、この持ってる、今右に表示してるやつは最後持ってた、持ってる分は、これが点数計算に関わるやつ、自分の持ってるやつ、関わるやつ、そう、持ってるやつで、今価値的には黄色と緑が宝石の価値が高いってこと、まあ多そうだなっていう感じだね、うん、そうだね、あー、これはどうしよっかな、あー、楽しい、これ楽しいこれは、いや、これはどうしよっかな、この戦争を終わらせに来たって言ってるぞ、うん、この戦争終わらせに来てん、終わらせに来てる終わらせに来た、終わらせに来たお、終わらせに来てるね、終わらせに来たね、終わらせに来たね、終わらせに来た、ね、あ、この戦争終わらせに来たね終わった、これは終わったよ、俺の顔に免じて俺の宝石に免じてやっぱ金塊ラウンド1を終わらせに来た、いいもんな、え、おお、で、これ全員のその合計でね、うわ、金塊えぐ、金塊めっちゃ持ってるやんえぐいえぐいえぐい、まあ最初知らずに捨てたからな金塊捨てれなかったんだけど、ずっとあ、なんかね、あの場に出てる鶏が産んだやつは選べないらしい、あ、そうなのか、そう、だから鶏が金塊産んでない時は選べるかも、なるほどね、うわ、おー、よっしゃよっしゃよっしゃうわ、かえぐいえぐい、めっちゃ強え、かつみ強えマイナスがないからな、強いな、あー、なるほどね、まあ金塊は捨てへんってことやね、基本捨てない方がいいのかな、競りに勝ちたかったらみたいな感じかもね、
あ、金塊出したら競り落とせるんか。あ、でも、うん、金。あ、でもそっか、競り落としたら捨て場に行っちゃうのか、それって。そうだね。なあ。なるほどね。うわ、これどうしよっかな。宝石は最大で12個、金塊は20個。それぞれ各、そうだね。おお。最終的に手持ちに多ければでも最終的なあれでプラスになるの。うん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 。難しいね。難しいね。お。よっしゃ、金塊もらったぜ。金塊とベヘリットが手の元に。イエーイ。なるほどね。あー、これは。みつきさん、手元見に行こう。手元見に行く。なんか緊張するね。ああ。こうだな。ちなみに。俺らが見てるこの右のやつ、違うんだ。ああ、誰かの多分手配1種類しか見れないのかもしれないね。あ、そういうこと。感染モードを誰も。もうこれ誰の手配俺見てるんだ誰のちなみにこれ、持ってるの1種類、金塊以外の1種類が、なんかその、手元に5個、5個以上になると、なんか勇足みたいな感じで、なんかね、なんか減点対象、あ、得点にならない、得点にならないっていうルールが確かあったと思う。あ、この簡単ゲームの目的の最後のやつか。あ、そう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 。ラウンド終了時に同じ種類の宝石を多く持ちすぎていると、うん、それらの宝石たちは価値を失ってしまうので集めすぎには注意しましょう。そう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 。わあ。金塊はいくつ持っていても大丈夫です。金塊だけは全部集めていい。金塊強えんだな、とりあえずは。金塊が強えね。うん、全然もらえてない。やばい、悲しくなってきちゃった金塊、金塊4つ。おー、なんか多いな。赤が2個。多分最初に産んだやつで、あの、同じ種類のやつが出ちゃうと、もう1回鶏産んでくれるんだよね。いや、これは。悩む感じだな、これ。でおお持ってった。おっちゃんの手配見てんだ。あ、そう。なるほど。おっちゃんのだ。わかった。今おっちゃん出したやつに俺チェックマークついてたもん。あ、じゃあ、おっちゃんの手配が今感染モードで。そうか、そういうことか。お手に回ったらまた不利なんだな。俺、おっちゃんとみつきさん手配見てんだな。おもじれ。いや、これはどうしよう。これ誰が何の宝石をいくつ持ってるかも計算しながらやらんとあかんっすね、うん、そうだね、うん、これなかなかメモ取りながらやりたいな。いガチガチのやつ。いや、ちょっとこれわかんないな、これどうしよう。悩んでしまう、これは。あ、終わった、ラウンド。あ、ほんとだ、ラウンドが、うん、一緒の宝石を5つ以上持ってたら価値が下がるんですね。そう、4個までだったらいい。同じ種類ね。あ、そっか、あ、そっか、あれ取らない方がいいのか。あ、めっちゃ持ってる。わ、すごいすごいすごいあ、やっぱりおっちゃんの手なんだこれ。価値上がれ、緑の価値、緑の価値、緑の価値、あ、緑の価値が下がった。プラス2、アルサン次第。うわ、うわ、黄色か、黄色か、そんなにやな。でもプラスしか持ってないぞ。おー、いいぞいいぞ。いや、マイナスないね、強いよ。4点4点あのね、マジで赤捨てたかったのに一生赤出てきやがるから。あー、なるほど。同じやつ捨てらんないから。そうだよね。そう、逆にもうその赤を手元に残して他のやつを全部捨てて暴落させるっていうやり方ですね。あー、確かに確かに確かに。おー、つえー。やったー。30点超えたから終わりって。そうだね、30点で終わりか。30点で終わりってしてました。つえー。しかしこれはあれだな頭使うなね、こういう感じブラスみたいなもんですね。うん、入れ替わりでやる？あ、じゃあ俺完全でいいよ。俺も完全でいいよ。あ、じゃあ自分入っていいですか？オッケー。私も入っていいですか？
はいよー。入っちゃいなよ。いいよ。じゃあこのようさんが持ってるものだけ全部捨てる。えぇ、ー、いいのか俺金塊しか持ってねえぞ。金塊しか持ってない。強い。やばい、強くてな。強すぎるな。誰か俺の手を見てんのかな。なるほど。さてさて。あす、金塊か。うん、ああ。なるほど、こうやって選ぶのね。こうやって選びます。いやー、どうだ。この。あー、3、同じだ。4、強い。4、強い。順番に、順番に強くなってった。スーペアだよ、スーペア。3、3、4、4。最弱じゃねえか。やばいなぁ。あー、なるほどねぇ。やべ、ちょっとミスったかもしんねえな、これは。こうしよう。押してみよう。いや、これドキドキすんね、なんか。うん。あ、負けたこれ強い強い強いなんだあいつ強いねここで 5? やばいな、強いなでもあいつ、宝石も全然ねえぜ価値が、やばいオレンジと赤かあー、オレンジと赤オレンジと赤かうんなかなか頭脳使うね、これ使うね、これはうんよし、逆にこれはもらってわー、4つ出してきた出してみよう楽しい、これ楽しい、楽しいねこれすげー好きこれ面白いねゆったりできる。うん、ゆったりできる。うん、ちょっと抑えていたギャンブルの血がまたギャンブルの血が抑えろ。もうしばらく禁じてるからな最近。あ、負けた。一もろた。あー負けたー、金塊はい、こっちんでーすこれ面白いなこれはうーん、かなーなるほどなるほどなるほどこれで終わるかなこれ、今回私弱いかもしれんな俺一回も取ってねえぞお、ゼロやばい、みんなゼロだあ、読んだ読んだやばい、欲張りみつきだな欲張り、金塊、金塊くれ、金塊、変わらぬ価値をくれあれ、欲張ってくるパターンだなおっと、なんかもう一個産んだおおよすごいね、6はすごいね絶対宝石のプラマイで言うとマイナスっすよ俺は価値を見てるんだ価値を見てる価値を見てるのか価値を見てるのかなんて言ったってラウンド終わるからよなるほどそうだねそうだねそうなんすよねそうねこれちょっと赤の宝石を持っておくべきやったなやばいなこれはちょっと負けてるかもいやどうだあやばい強い強いぞあでもそうかこっからが変わるんかうんこっから変動するからなあ黄色も多いなあやばいな赤多いなこれ赤多いな終わった終わった赤多いな完全終わった無駄ですよね
あ、でも黄色も落ちた。やった、プラスだ、やった。15点、ありがとうございます。やったー。いやー、2点か。持っててよかったー。15点。わ、強い強い強い。やるや、マイナスあるのに。やるやろ。でも12点。この青どうやっても捨てれなかったんや。やったー。でも やっぱチップちゃんとプラス1、2ってなってるな。競り落とすと、プラスでもらえるんだ。あってー。なるほど。なるほど、これは非常にまずい手な気がする。非常にまずい手な気がする。まずい手な気がする。奇遇だな。赤とオレンジか。みんな何です？綺麗なやつ。宝石3つ出しました。綺麗なのいつも出すんだ。言っちゃう？先に悩むじゃん。ジロ君かっこいい。うん、緑違うぞ。そうだしました。私ゼロ。本当に3だったわ。本当に3だったね。よし。ただ手の内を明かすのには早いかなと思ってな。まだね。まだ、まだね、まだちょっと様子見かな。勝負はこれからだぜ、うん、これからだ、これからだぜ、城之内くん。城之内、城之内、誰がポンコツや。おっと、金塊。やめてよ、城之内くん。俺はこのカードを出すぞ、遊戯。もちろんこのカードを出すぞ、遊戯。何じゃあこのカードだ。4、残念だったな。強い、俺の勝ちだ。強い、ホロミのバーストストリーム。強え、うるさい。やばい、緑が暴落してきた。やばいやばいやばい、緑がすごい落ちていってますね。緑やばいね。おー、ニャトリちゃんたくさん産むじゃん。こう、俺はこの勝負から降りるぜ。おお、金塊。あー、負けた。あいつ金塊まで出して取りに来やがった。すごいな。同じが産む確率高いな。青。うん。ここに来て青。うん。なるほどね。なるほど。そうかな。これで行くしかないよな。お？お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 ？あ、2個出ました。安い買い物。安いので取ってった。安すぎるよ。ちょっと価格の暴落を恐れてしまった。これね、これね、これこれ一生やってられるかもしれん。これこれ結構楽しいよね。これ面白い。うん、普通に面白い。どうだ、これは。あー、やったー、緑がある。勝負か。これでラウンドが終わってしまう。ラウンド終わりにするぜ。どうだ、やばい、戦争を終わらせに来た。終わらせに来た。やばい、戦争がやばいな。これはどうだ。オレンジの勝ち上がってくれ。オレンジ、オレンジの勝ち上がれ。オレンジの勝ち上がれ。オレンジの勝ち上がれ。俺は赤を割るぜ。あー、めっちゃオレンジが。いいぞいいぞ、オレンジオレンジ。黄色も勝ち上がれ。赤上がれ、赤。いや、ちょっとやばいやばいやばい、負けてる、負けてる、負けてる、オレンジオレンジオレンジ、オレンジ、おー、やっぱ、あ、やっぱ黄色黄色黄色、ダメじゃねえ、アウトだ。いや、でもあんまプラスになんなかったな、やばいな。あれだな、コバの、コバの盛り上がり方。コバだな、チュンニキツメ、チュンニキめっちゃ盛り上がって、盛り上がって、めっちゃ儲けてる。19点やばい、マジでやるやん、やるじゃん。いやー、いや、今のみずきのやるじゃんに殺意、殺意がこもっていた。殺意なんてないよ、殺意ないからね。あ、ここは多くない？マジか、すごいね。みんな30いかなかったんだ。
次で決まるね、きっとね。これが最後かな。うん、なるほどね。なるほどね。これは、そうだな。これ今、誰のやつが見えたんだろう。ね。チェックマークがついていれば、出たときにその人のになる。確かに。チェックマークがついてる。オープンになってって、出たのでチェックマークがついていれば、その人の。なるほど。美月さんの見てんだったらこの緑色と赤が、あ、青かにチェックマークがつく、うんうんうん、あ、負けた。うん、なるほど。あー、ほんまや。よし、いただきます。うん。やるやん。やるじゃん。まあまだ第一ラウンドだからな。ここからよ。どの価格暴落させてやろうかな。そうなんすよね。そこなんだよね。そうなんだよね。これは駆け引き結構あるよな。これは、こうかな。お、みんな出さない。どう？あ、みんな出さない。慎重になってきた。みんな慎重。いらないだといらないだったからね。あ、そこになるんだ。そうだね。産んだやつ誰も取らなかったら捨て場に行く形で。かわいそうに、せっかく産んでくれたのに。確かに、せっかく産んでくれたのに。10年後には10倍の価値になってるから、多分。10倍。くれたのに。まあまあ、宝石を産む鶏ってなかなか信じがたい話ですからね。うん、確かに。だから怖くて、パワーだと思うんですね。赤の価値が下がったな、一気に。ちょっと待ってー。赤下げちゃいました。金塊、金塊。いやしか変わらぬ価値。これは、うん、赤溜め込んでる人は早く手放さないと。そうなんですね。いやけどつれ、つらすぎる。これちょっとドロー運がない。あーやばい。4、5。うわ強い強い強い。やばい、緑がめっちゃ下がった。勇み足。おお、なかなかやるね。やばいね。勇み足。逆に持ち込んどいての一気にっていうのはすごい戦略。うーん。うーん。そうかなー。あー、こう。うわー、どこ行くな、どうして。いやー、でもなー、これ。永遠に悩んじゃうな、これ。俺は赤を捨てるぜ。なんだってちょっとマジできつい。これやばいね。ニワトリちゃん、ニワトリちゃん、あれだけは産まないで。ニワトリちゃん、赤梅、赤梅、赤梅。あー、嘘だろこれ。オレンジ、オレンジか。いや、ちょっ、ま、これプラマイゼロやかんな。これ言うて、いけねんね。いや、ちょっ、いや、これはきついな。これ、いや、きついな、これ。俺はこの戦争を終わらせに来た。あ、終わる。あ、終わる、終わった。終わるか。これ終わる、終わった、終わった。終わりましたね。終わったね。終わらせに来た。やばい、手持ちやばい、えぐい、これやばい。えぐい、本当にえぐい。どうしよう。これ30点取ったら勝ちって扱いなんですよね。そう、30点取ったら勝ち。なるほど。ですよね。そう。じゃあ、多分大丈夫。あー、無理だー。俺の実はこれだぜ。あ、マイナス多。いや、こっからだから。そっかそっか。うん。みんなの持ってるやつ。うわ、すげえ、黄色、やべえ、すげえ。オレンジ、赤は間違いなく下がる。うん、そうなんだよねー。さて、金塊ばっかで何も動けなかったんだよ。ね、やっぱり、ああ、それはきついね。俺は16点だぜ。お、あ、もっといっ、あ、16点。あー、すごい、すごい。いや、今回厳しかったよー。4。4。そうね、最後オレンジ来たのが痛かったね。そう、オレンジだけはって思ったのにね、産んじゃったから ね。2個も産みやがった、あいつ。2個も産みやがった。俺が一番だぜ。いやー、おめでとう。41点だ。すごい、でけー。
やっぱ突っ張る度胸ないとダメなんだな。面白いなこれ。勝負して読んでくれ。パフニルいいな。でこれ面白いね。うん、面白いですね。またやるんだったら俺観戦でいいよ。あ、なんか違うのやってもいいし。あれは海のやつは全員できるんじゃない？ああ6人。海のやつ。顔のやつ。あ、海は6人か。海6人だ。いけるじゃん。ちょうどいけるね。いるね。ちょうどいけるからやるか、海のやつ。いいね。ゲーム設定制限時間はなしにしとくよ。ゆっくりやりたい。ゲーム開始。もう初手は潜りまくっていいってね、教わったんでね。初手はね、そうやって出せるからな。初手、潜りまくっていい。これ。これだー。俺は、この青い子を置くぜ。よし、この紫の子を置くぜ。いっぱい降ってきた。俺は、いっぱい降ってきた。アルサンクか、最初は。ダイスロール。ゾロ目。お、強い強い。マックス。すごいね。いや、こんなはした金拾ってもしょうがないよな。まずはね、やっぱ奥目指さないとね。よーし。人数多いからな、2人ぐらい裏切ったらすぐ終わるぞ、これ。そうだね。確かに、6人は多い。そうなんですけど。裏切ったら終わる。酸素すぐなくなってしまう。ね。酸素ってどういうシステムで25あるんか、今。うん、25だね。あれみんなで共有か。どうなったら減るんやったっけ？拾えばじゃなかったっけ？誰かが1個拾うたんびに、そう。確か、その人が回ってきたときに持ってる酸素の個数分減るんですよね。そうそうそう。3個持ってたら3減るよね。つらいよね。で、ダイスの目もマイナス3になるんですよね、確か。あ、そうそうそう、進めなくなっていくんだよね。持ってる数分マイナスされるんだよね。うん。おー、いいじゃん。たくさん進めた。たくさん進めた。これ置いてかれと辛いんだよな。楽しくない。一番きついやつや。一番きつい。一番きつい。置いてかないです。広げて俺もそうする。早速。早速拾った。いや、行くしかないだろう。でも最初に拾った3点だけでそのまま優勝したこともあるっすからね、このゲーム。他がみんな死んで。よし。もうぶっちゃけこれ最初の方ってみんな殺していいと思うんやけどな。殺していい。それはだから性格の問題で。性格ね。だからおじいちゃんの代と親の代までは殺して孫で成功させればいいわけですから。そうだね。そうだね。一番感動する映画のパターンだねそれ。でもやだな、おじいちゃんとお父さんが死因溺死って。そんな悲しい映画ある。めっちゃ辛い。歴史辛いな。最大だぜ。やばい。めっちゃ奥行く。めっちゃ奥行く。大丈夫。帰ろう。ここ拾うぜ。やばい。帰るのが大変。もう次引き返した方がいいね。引き返すって？そんなことするわけないだろ。だな。でけえ、ちょっと待って、ちょっと待って、でけえ、いらっしゃい。助け舟、ね、ローサの助け舟、二人でね。いい助け舟が来たぜ。いやでも私はまだ進もうと思ってるから怖いな。もうブロック。まあ、でも言ってまだ24も貯金あるんだから。かつて戻っていいよ。そうね、まだね。そうね。うん。進めない。あいつ一番やべえところにいるずっと。やばい。あいつ一番やばい。やばいやばいやばい。いや、どんどん、ね、どんどん減ってくる。バツのとこってもう飛ぶんやったっけ？飛ばなかった気がする。うん、止まっちゃって、何も拾えないみたいな。お、アシさんこんばんは。いや、これ有料版、有料版？あー、アシさんばんは。無料版はないかな。最初に引き返したのはアルクか。みんな、有料版でやってます。いただきまーす。アシさんもどうだい？お、いいね。一緒に。海の木図にならないか。海の木図に。追加でどうだい。追加でどうだい。今買えば一緒に遊びますよ。みんなで海の木図に。みんなで海の木図に。俺観戦で天国から眺めとくから。あ、いいとこ止まった。うん、あ、いいとこ止まった。で、拾おう。おお。よし。よしよしよし。俺5か6出せば一気に戻れるな。え、先に進むんじゃなかった？え、戻れると思ってるんですか？
おお怖い怖い怖い。あ、戻れる。あ、一気に戻れる。進撃いいとこにいるね。え、戻るの？もうあと一歩進めば価値3だよ。確かに確かに確かに。あと一歩ね。そうね。あと一歩進めば価値3。でも老子一個価値3持ってんのか強いな。お、帰った。堅実堅実的に。帰れるといいな。やっぱり勝負師はね、帰るところもね。引き際大切だからちゃんと引き際ね、うん、そうね、多分みんな帰り終わったら酸素減なくなんだよね、その分確か減るんだっけか、あの戻りきるまでは減る、戻りきったら減ないよね、うん、そう船に戻っちゃえば、今海の木図ゲームしてるよ、うん、そうね、あと1回ぐらいいけんじゃねこれ海の木図ゲーム、いやおっちゃん無理だろさすがにそれは、いやおっちゃん大丈夫、おっちゃん死んだんじゃない、あいつ死んだわ、おいおいおい、あいつ死んだわ、おっちゃん忘れないよじゃあ、あれほど単独行動だってコーラの炭酸抜き、ほぼ炭酸抜きのコーラですか、あいつ死んだわお、いいね、あ、いいとこ止まるよ、カツミ、めっちゃいいとこ、めっちゃ拾えるじゃん、あー、俺はこれこれやばいな、拾えっかな、そもそも、2から3か3か123、まあ3が出ればいいな、うぐ、あ、動けない、出ない、動けない動けない、あの今アルさんの肩をがっちり掴みましたのでねそんな深いところから掴まれたね、あれさらに進む気か、いやいやいや、もう引き返すよ、もう引き返すよ、いや、おっちゃんの後を追っかけてもいいんやで、いや、ね、私は船に戻りたいな、道は作っといたよ、道は作っといたよ、お、最悪、あ、そんなに進むの、みんなすぐ帰るやん、そんなに進むの、何もないとこ止まっちゃったよ、落としてもらえんやね、落としましょ、落としましょ、落としましょ、落とさない、落とさない、落とさない、落としましょ、いや、落とさないです、落とさないです、我々の酸素のために、いや、ちゃんと私のあれ潜った人いる、潜った人いる、しかも最大数、いや、やばい、あこれ死んだんじゃない、死人が死ぬ、これ下手したらみんな死ぬぞ、これ魔法大残す気だ、やべ、ここ最大数引かねえと死ぬな、てか帰れっから、最後のラウンドにかけている、あー、じゃあもう妨害するか、お茶死にきと、いや、もうそのつもりですよ、そうやと思ってたんですけど、なるほどね、そういうでもね、カツミンが尺なんだよね、えでもここで大量に自分たちが宝を持って死ぬことによって2周目3周目がめちゃめちゃマップ短くなるんで、確かに、そうなんだよな、じゃあ行く、死ぬで行こうぜぜひとも、ああいうのにして、ああいうのしましょう、やばい、うん、そうそうそう、もうやべ、巻き込まれる、やばい、怖い怖い怖い、いや、戻れなくなった可能性が、無理だ、カツミンさん持ってるから無理だ、あ、やばい、もう無理かも、みんなに置いてかれたからさ、最初何でも、でもうん、OK、はい、うわ、やばい、 OK、 あー、もう死んだ、終わった、拾いましょう、拾いましょう、あー、死んだね、みんなで死のう、6が出たら俺は生きて帰れるのか、そうだね、そうだね、アルファは6出れば生き残れる、うん、みんなで死の、最大数出すしかねえだろう、性格出るなこれこれ性格出るね、あー、終わった、あ、でも、かっちゃんがおるから、いや、無理だね、そういうことになるのか、1、2、3、4、5、5、みんな5、6、5、6、みずきさんを返すんだ、いけー、お、あ、行った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 、帰った帰った帰った、やった、すげー、あ、帰っちゃった、ちょっと引っ張り上げてもらっていいですかちょっと今精一杯手は伸ばしてるんだけどね、残念ながら、俺らみずきさんに殺されたんやなんで、あ、でも足場になってもらったからな、新人動けねえし、そうやね、俺とかっちゃん踏んで登ってったの、最後俺ら足蹴にされたかんな踏みつけていったな、うわー、えぐいだねごめんね許さぬ、みんな一人だけ生き残ったよ、ね、みんなありがとう、みんなありがとう、忘れないよ、これでパネルが15枚減ったわけですね、深海に行くまでの、そうだね、そうだね、うん、なるほど、そういう感じない、なるほどね、でもそうね、一発逆転あるからね、あれ持って帰れば、うん、もう一回沈ませるか、確かにな、いや、確かにな、確かにな、あー、いいなー、うわー、おー、毎回滑り出しですね、すごいねで、あえて拾っちゃう、拾っちゃう、拾っちゃうか、もうこっから拾っちゃう、あ、なるほどね、進んだな、こいつ帰る、帰る気だ
おっちゃんはそんなことするわけないやん。おっちゃん奥まで行くやろ。拾って捨ててを繰り返して奥まで行く。拾って捨てて。何も置かれてないとこじゃないと捨てらんないからな、これ。うん、あ、そうなのか。そうそうそう。潜るぜー。みんな、めっちゃ潜ってくるじゃん。いやー、めっちゃ出てくる。やばいやばい、みんな数でかいな。置いてかれる？拾った。拾った。ほら、拾うで。これみんな撤退の構えなんじゃないか。いやいやいや、おっちゃんは沈むさ。おっちゃんは沈むさ。おっちゃんは沈む。おっちゃんは沈む。この手で妨害するすから、上がろうとしたら。まずが沈むおっちゃん。いや、これはどうしよっかな。いや。拾っちゃいなよ。アトランティスを目指すか。拾うか。みんな酸素ガスガス使う。使っとくか。いや、みんなでかいな、みんながでかい。みんなでかいな。みんなでかい。いいな、そこ。やめて、この流れ、すごい嫌な予感する。確かに。怖いよね、これ。怖い流れだね。怖い流れだね。6分の4ダメなんでしょ。きついね。あ、終わった。悲しい。こんな気したよ、拾っとこ。拾った。拾った。いい貝殻拾ったよ。やばい、前に。前になんかいっぱいいすぎるからな、怖えな。やばいな。あ、潜ってったおっちゃん。お、行った行った。潜ってた潜った。さらば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 。いいところに足場が。いいところに足場が。あ、まさらに行く気だ。二人で沈ませに行く気だ。え、でもね、沈ませる担当はちょっと任せといて、ちょっと、そうね、帰ろっかな。じゃあ俺もう引き返そう。もう一気に帰っちゃえ。あ、拾えるじゃん、拾えるじゃん。やった、拾う。いいね、いいね。一生2出てる、お前は。一生歩けねえ。一生2はやばいな。お前らの酸素ねえから。ほな、帰ろうか。お、マジか。おろ。みんな帰るムーブだな。あ、拾えるじゃん。すごい、いいなぁ。ちょっと待って、俺、貝殻しか拾ってないんだけど、ね。私の分も取っといてよ。そっから2だとギリだね。いや、いいのさ。え、いいな、いいなぁ。このローは、ローも引き返す。いや、拾いたいなら、もっと潜ったらいい。いや、これ、でも貝殻しか拾ってねえんだよなぁ。え、でも潜ったら実際もう1個拾ったとして、2マイナスされて戻れないから引き返します。堅実に行こう。ああ、堅実だなぁ。堅実だね。冷静に。冷静さを失ったらね、こういう場面では死んじゃうから。ああ、確かに。やったー、出るか100っすよ。拾いまーす。ねえ、俺の目の前何もないんだけど。俺の目の前野原しかねえ。悲しい。ちょうどになってる。悲しい。ルア進むんだろ。俺進むしかないじゃん。貝殻持って帰ってどうすんの。いや、でもその貝殻も大事だよ。こんなんじゃお前合わせる、先祖に合わせる顔ねえよ。次のラウンドとプラスでそれがその関わってくるかもしれないよ。どうしよう、拾っといてよかったかもな、今のは。潜れ潜れ。行っちゃった。あ、進まねえ。さらばロウさん。さらばさらばロウさん、何もないよ。いいやつだったよ。だってあらさキャラしたし帰りまーす。あ、帰れると思ってんのか。1と1でも、おっちゃん、あ、3だね。ワンちゃん帰れるよな。自分らゴールしたら酸素減らないんだもんな。そうだね。この台を設定1と見たね。俺もう引き返すしか選べなかった。一回引き返しちゃうとね、引き返すしか選べないから。まあまあ、ゴール。これで帰れるかどうかが問題やな。そうだね。6出さないと、あ、じゃあ、5位よか。帰らせろ。ああ。あ、でもまあ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 、まあ。目の前。目の前。帰ってよ。まあ空気だけはもらっとくわ。空気だけ減らしておく。で、ここでミツキ2出すんでしょ。3以上出ろ。これ一番困るよな。ああ、でもよし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 、帰っちゃった。帰るね。でも逆に酸素消費したかったな。ね。ね。さらに潜ってく2機がおる。こんなに奥行く？やば。めっちゃ奥行った。そこまでの奥は考えてない。
思ったより奥行った。海底に一人行ったな。うん、ね、巷で噂の漁師さんなんだろうな。噂の漁師さん。もうぐろ。まだ俺待って、新日記、新日記待って。やばい。新日記待って。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ひろちゃんを引き返してから。死にに行ってる。いや、みんな早いこと引き返してくれれば、下にある財布もできる。うちのキラー。1、おっちゃん。おっちゃん、おっちゃん帰れない。大好きに愛されてんな。確定したか？おっちゃんな。確定してんな、確定だよね、もう多分。無理だ、ローがあそこにおるかな。もう、宴さんが2個やから。あ、そっか、無理か。帰るぞ。俺は帰る。頑張れ、頑張れ。帰ったら。フラグが出てる。フラグ。帰ったら俺。フラグ立つ。結婚するんだ。おめでとう、ぴったり。フラグへし折りやがった。ぴったりしよう。あれが主人公か。一緒に来たのここまで。主人公部分。見に行ったらいい。いや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 。お帰り。一枚だけ拾った。どうやってもあと死ぬだけだな。どうやっても死ぬだけ。そうだな。そうだな。じゃあ俺も戻ってみようか。戻りたいな。あ、無理か。おっちゃんワンチャンいけるかと思ったけど無理だな。あ、何もねえ、うん、何もねえよ。あ、ふうまくんこんばんは。あ、こんばんは。いらっしゃい。いらっしゃい。戻れると思うなよ。お前は俺らと一緒に海の木図だ、宴。この野郎どもが。待って、どう頑張っても次引けたとしてもダイス回せたとしてもゴールできないっていう。本当だ、もうマイナスされてるから無理だね。あ、あとはこの代孫の代に伝えるだけや。遺産を残すぞ俺は。遺産を残して最後勝ちゃいいよ、最後勝ちゃ。でも確かにね、最後のラウンドね、うん、いや重なってたくさん作ってくれたからな、拾いたいな、うん、俺が最後の酸素を使う。あ、拾えるじゃないですか。あ、拾える、やった。頼むぜ。じゃあ次のラウンドでそれを私が拾えば。何？ボロ儲けや。俺がしの遺産を拾う。あ、それは海賊みつき。海賊。四三一学。もう強いじゃん。めっちゃ強い、めっちゃ強い。どけどけどけ。やば。17つえ。17強いな。おいおい、まだゼロが3人いるぜ。どうなってんだ。ゼロが3。こっからでしょ、こっから。これはだいぶあれだ。ここから試合は。いやー、だって重なってるあれ1分ってことでしょ。そうだね。あれ1分。ね。いや、マップマジで短いな。一番美味しくね。一番美味しくね。拾った。拾った。拾った。かな。そうね。帰れるかな。え、だって、あの重なってるって、1つ分でしょ？あ、危ねえ。ローさんいいんじゃないでしょ？いいね、いいね、それいいね。いや、でももう一回、やっぱり目指してくれるんかな？ローさんは。確かにローは目指すよね。目指すよね。当たり前じゃないですか。一番奥の4を取るのが俺の目的だ。やべ、俺の一番奥の持ってかれる。やるな、おっちゃん。やるな。誰よりも奥へ。おっちゃん知ったんじゃないのかこれ。しかし全部1っていう悲しい結末。俺か。でも行き過ぎたらしょっぽいやつなんすよね、最後1枚だけっていう。確かに確かに、ちょうどいいとこ。あー、美味しい。いやー、美味しい。いやー、これいいとこ泊まりたい。いいとこ泊まりたいよ。いや俺ちゃんと親父が3でいいけどな。まあそうね。じいちゃんと親父が3でいいな。ぴったりさんだ。ぴったりさんだ。いや、強い。ぴったりの3を出してくるあたりやる。はいはいはい。さあどうしよう。6出たら一番美味しい。ね。さんはそうね。6だなこれ。6来い。6。よし。3でしょ。3ではめっちゃ奥。まあでもまあ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 いい。今は美味しいところじゃない。まあいいんじゃない。うん。なんか良さげなの重なってるよ。あ、でもおっちゃん帰れんじゃない。うん、帰れそう。でも多分全員変えれると思うっすよ。3ってでもサイコロ運によってはじゃないか。うんね、確かに。まあ、新に行きます。ああ、5だね。いや、進んだ。いやー、ここか。一番美味しくないとこ。ここか。もう拾うけど。あ、そうか、1枚か。うん。なるほどね。変えるか。でも、こんだけマップ短いとそうだよね。変えれるよね。
潜っちゃおう。あー死んだな。アホや。あ、今日一番強いとこ行った。あ、いいとこ、それ拾いたかった。え、だってさ、全部拾ったらもう進めないじゃん。進めないでしょ。いや、これで1枚分なんで。これ1枚分。あ、そうなんや。そう、これ1枚分。あれで1枚分なんや。そうそう、1枚分。あ、知らんかった。あ、知らんかった。そう。だからお得なんだよね、一番最後の方がね。なるほどね。おっちゃん行かないで。おっちゃん、おっちゃんそれ。おっちゃん。おっちゃんそれ1の3枚じゃん。最強だからこれ。1、3枚。エースの3カードが。3セブン革命入ってるから今。3セブン革命入ってたら弱えんよ。みんな引き返すなぁ。あ、カズミそれダメ、おっちゃんのやつそれ。カズミそれおっちゃんのやつよね。紐がついえた。でもどうしよう。俺。でも潜ってもしゃあないもんな。5出せば美味しいんやで。みんな帰るじゃん。みんな帰るな。2点かな。2点かな。あ、ダメか。じゃあね。ああ、先抜け。空気の線抜いとくわ。いや、どうも。空気の線。鬼。鬼。でも潜る。すごいギュギュな戦いしてるぜ。あ、これもどうだい。で、いや、でもさ、潜る。いや、大好き。この後、お茶1ばっかだよね。おっちゃん1ばっかで。おっちゃんもうこれ勝てねえだろ、多分1ぐらいしか勝てない。あれに350万とか書いてるかもしれない。ないないない。堅実に戻れば勝てる可能性はあると思うから帰るわ。あ、おっちゃん踏まれたぞ。うん、ありがとうございます。なんで。よし、帰ろう帰ろう。みんなで、うん、みんなで一緒に帰ろうぜ。そうだな。うん、よし、引き返すしかないな。みんなで帰ろう。ローさん、席開けときますね。ん？お、いや、なるほど。ここで前進できるんで。いらない、いらない、いらない。前進してどうすんの、俺。拾った。酸素が。帰れたら強いな、それな。それ、強いね。帰れたら1位じゃない。潜ってみたら。何もない、何もないところに。これ3とか進んでる。あ、4か。あ、あ、進めない。進めない。ね、すごいぎゅうぎゅうな戦いになってる。あ、でも、そうね。やべ、カズミそこにいるせいで。うん。おっちゃん、どうやってもあの4拾えないけど。2出せばいいんだよ、2出せばいい。2出せばいい。2出せばいい。1出せば拾えるよ。3出せばいい。あ、そっか、神か。もう。オーケー。おお、ぴったりぴったり。ほらさっさと帰ってくれ。さっさと帰ってくれ。さっさと帰ってくれ。ちゃんと使わないで帰れ。もう寄り道してずさっさと帰ってくれ。むしろ落としていけ。これ2出すか、ここで。わぁ、ダメだ。あぁ、帰っちゃった。1位だ、近いし。帰った。でも私が残る可能性あるからね。やめて、やめて。三月様 ?2 の可能性あるからね。2の可能性があるからね。やめろ、やめるんだ、ジオン。よし、そうだ。帰っちゃった。よしよしよし。帰っちゃった。帰っちゃったな。アシさん今日は見てるだけか。3減ったけど。あー、ミスちゃんさんこんばんは。ミスさんこんばんは。見に来てくれてありがとうございます。うわ、重い、重くなるのめちゃめちゃ重い。あ、取る気だこれ、取る構えだこれ、取る構え。悩みどころ。さすがに帰れなくない。さすがに、さすがの新日記も最大数、最大数、最大数。きつい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 。え、これ帰れる？帰れる？帰れないな。さすがに無理なんじゃない？おっちゃんも危ないよ。おっちゃんも危なくなってきた。落とせばワンチャンあったかもしんない。そうなんすよね。おお、帰った帰った。おお、おめでとう、帰ってきた。帰った。これまくられるな。あー、これ新日記俺の前に、新日記俺の前に。終わった。新日記俺の前に行ってくれ。終わった。泥沼の戦いになってる。この人たちは何してんねん。最後どうしようもない。宝をマックス出しても届かないって。俺は生きて帰るんだ。生きて俺は一歩。さよなら、さよなら、さよなら。なんだこの戦い。忘れないよ。落とした。落とした。今更命が惜しくなったな。今更か。
新人気これ全部まくれるのな。すごい拾ったのにな。何言うか全く分からんって。これはあれだよ、みんなで海の木図になって遊ぶゲームだよ。いや勝ち残る、勝ち残るゲームだよ。おお19、0点ある。強いな。さえ37、えぐいんだけど。37えぐいな、あんたらえぐいよ。それあんたら何や、あんなに必死こいて4点だったんだけど。あそこ4点。結局ラストゲームか。いや惜しかったな。いや勝美強え。いや運が良かっただけだもんこんな。いやえぐい数ばっかり引いたね。これは確かに見てて何してるか分かんないかもしれない。うわなんか新アイコンですごい黒い手が手招きしてるやつ出てきた。いや怖い怖い。オオカミみたいなゴリラみたいなのゲットしてる。何それ、そんなんもらえるの。恐ろしい。遊んでるとなんかたまにもらえる。持ってる方で入ってくる方はぜひ今のタイミングで。ててんててん。あみんなでやろうぜ、楽しいボードゲームをよ。みんなでやりましょう。闇のゲームだ。うまくよければよければ。あれさっきふうまくんおらんかったね。おったよね。おったよ。挨拶しとってるよ。ボイチャはまだかな。次は何すんの、何しよっか、次。なんか見てて分かりやすい面白いやつがいいよね。もうエセに止まってんだけど。いやなんかちょっとまあ分かりやすいよ。まあ分かりやすい、ね、これにしよっか。全員でやるか。いい全員で。あそうだね、了解です。じゃあゲーム開始。宇宙人描きてえな。宇宙人のテーマちょっと来るかな。かなあ、じゃあこれだな。これにしよう。俺がやるのは陸の動物だぜ。あ乗り物。なるほど。なるほど。乗り物ね。乗り物ね。オッケー。ああ。なるほど。そうね。はいはい、あこれもう一発目の俺の仕事決まったな。あ俺一番でか。一発目。待って逆にそうか。12点。アクションがあるんか。どこ書く？どっから書く？これね、どっから書こうね。俺パリの風景書こうかな。パリの風景全く関係ない。一筆で。合計10秒でパリ書く。何書こう。はい。おおなるほどね。ああなるほどなるほど。じゃあね、どうするかな。あ、バレるか、これ。あー、でもそっか、バレないようにも考えなきゃいけないの。そう、バレたか。そうか、抜き物っていうテーマもあるんすもんね。でも、信じてもらわなきゃいけないっていうのもあるからな。そう。そうね。みつき、人は乗り物やないで。人これを見て人とやるのはやばい。これが人に見えるのはエセや。これが人はやばいな。どうやらエセは分かってしまったようだな。あーなるほどなるほど。あ、毛玉はね。毛玉ね。毛玉。大事な情報だわ。毛玉なるほどなんだな。空飛ぶ毛玉は貴重っすからね。空飛ぶ毛玉はね。サランパサランですから。うん。乗れるのかな。サランパサラン15年ぶりぐらいに口に出したな。サランパサラン懐かしいな。あーいいねいいね。うん。いやこれはまあ多分エセにもバレたな。バレたかな。うわーでもどうだろうね。あ見た。あ？おあら。ごめんあのあれ。ジョーが言った。次で完成させる。ジョーが言った。いたないたない。オッケー。えじゃあもう別に何してもいいよな。いいよ。M。じゃあね。あ、ごめん、ミスさん、それ俺の思ったんじゃない。いや、なんか混乱させようかなって、エセをさ。あ、それ言っちゃってる時点でも、2つ目意味ないやつじゃないですか、もう。お前。ああ、そうか、分かった。それを今言ったらダメか、そうだね。そうだ。そうや。M の意味が分かったわ。そういうことだ。M の意味分かった。分かった。あー今分かった。このお題が分かった人は M の意味分かった。今分かったわ。そういうことね。了解了解。変なことしちゃったこのお題が。ごめんちょっと俺は分かんねえわ。
すまん。すまん。わかんないか。なんだなんだ、あー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 あああ。何それ、老子の、わかったわかった。俺わからん。あ、いや、なるほど。あ、わかったわかった。あ、そういうことか。うんうんうん、そう、 ね、おっちゃんの分かった、おっちゃんの分かった、おっちゃんと、うんうん、そういうことね。ちょっと頑張る頑張る頑張る、近はい、これバレたか、バレたかこれ、これ、うん、いや俺はこうかな、こうじゃないかな、うん、こうかな、うん、かなお茶でした、あーマジか。まあ M 書いた時点でかなと思ったよ。いや、あれ海鳥だべ。あ、バレたか。いや、もう多分ね、みんなの思ってるあれがね、ちょっとずれてるかもしんないのよね、ね、今はまだ何も言えないね。おっちゃんここでね、間違えたら、ね、ないけど、勝ちだけど負けだから。そう。勝ちだけど、まあ、え、どれかパラグライダーかね。あ、バシャ行きませんだろ。わからないで行きましょう。戦車、戦車かもしれない。パラグライダー、手滑った。いやー、ね、バレたよね。でも、ね、バレたらこうなるわけや。今日、協定浮かべてる人が何人かおると思うんだよね、これ。おるか？協定？それはいないんじゃない？ローのこれってあれじゃないの、あの表彰台のあれじゃないの、表彰台、怒りかこうとしたガリじゃない、ね、怒りだよね、うんうん、かっちゃんがちょっと脳が感覚ずれてるんじゃないかな、協定協定やりすぎやで、協定は全然やってねえんだな、競馬しかやってねえんだ怒りかい、王冠マークかと思った怒りかこうとしたんだけど、うまくいかなくてさ、でも怒り伝わって伝わった伝わった、うん、よかった、あ、次おしゃれなアイコンもらえた、ね、なんかアイコンもらったわ、狂犬病発症してる犬出てきた、あの歩くの M は何だったの、鳥、え、海鳥でしょ、あれカモメ、鳥でもカモメ、うん、そうそうそうだよ、ね、あ、そういうことか、なんかそのカモメの、あのカモメっていうだけの表現じゃなくてカモメを完成させるための一部かと思って、なんか鳥でも描こうかなって思って付け足そうとしてた、あよ横向きの鳥にしようとした、謎のボディが生まれたからびっくりした、そうそうそう余計なことしたそう、もう情報与えないようにって思ってもうダメだったけど、もう一回やっとくか、いいよ、なんかお茶すげえエセ率高い気するんですけど、これ、あー結構俺の行いじゃないでもエッセムズいよ、しょうがないよね、しょうがないよね職業ってあるぜ、難しい、一番難しい人も難しい、職業、そうね、職業噂をすればマジかよ、そう、きついよこれ、航空自衛官、これ何書けばいいの、飛行機か、航空自衛官、やばいね、書けねえよこれね、なんかし、うん、これむずいなぁ、これなんか関連するもの書きゃいいんでしょ、とりあえずは、確かに、そうだね、確かにね、けど、どうしようかな、けど、あんま書いたらあかんすから難しいよね、うん、いかに信じてもらって、戦車とか書きましょう、戦車とか戦車か言うあえて戦車、これ別の方向から行ってもいいんから、うん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 、まあでもいいと思うよ、そうだね、繋げなくても全然ね、うん、あれでもバレるかな、やっぱマジで曲線が無理だわ、わ、うん、かる、そうそう、あ、終わってもうた、あ、5秒しかないから、どっちもそっち行こうかなって思ったんだ、ね、5秒しかないからね、いやでも伝わってるならまあいいのかな、わ、うん、かるわかる、これと、いやむしろあれかな、書きすぎてなくて良かった感じかな、あー、うん、確かに、書き出して完成させるべきか迷ってるんですよね、貸さない方がいいのか、うん、それなんだよね、信じてもらうためにはでもな、でもやっぱり近づける一手は必要なんじゃない、うん、時間ないよ、ああ曲がった曲がっちゃった、ちょっと、あーこれはやったか、ね、これやべやっちゃったか、どうやら9、9日間生きる職業だったり9、9日間の職業、数字縛りか、数字縛り9か、そういうことか
9日間の職業か。9日間の職業。これさ、うん、正直お題激ムズじゃない？わかる。いや、書けるものがちょっとね、うん、むずくない？書きすぎな気すんだよな、これ。これ以上情報がね出せないよね、なんかね。そうだね。ただ書かないっていうのはギルティーかな。うん、そうなんだよな。関係ないもん書きましょう。バリカンとか書きましょう。床屋かな。なるほどね。合ってんのかな。一筆書きでバリカンだいぶむずいと思う。バリカン一筆でバリカン。よいしょ。はあ、これ足したらバレちゃうかもしれないんだけど、まあ、でも正直いらんことした人が疑われるからね。あ、確かにこの世界でもな、この世界この世界衛星にバレるのもな怖いよね。ギルティームーブしろって言われたらすぐできるぞ。なるほどな。その代わりすぐ裁かれるから。あとはそれなんだよ。何を一筆で書けばいいんだこれ。うん、いやもうだっていいじゃない、情報思うものを完成してるじゃんもう。いや、ディティールをもうちょっと。ディティールね。ディティールが、ディティール、ディティールがね、ディティールがついた。ディティールでしょこれ。うん。あー次だ。あー失敗。なんだ。え、なんだこれ。え、どういうことこれ。俺書こうかなと思ったところ塞がれたから。なんだぞ。塞がれた。なんだこれ。あれなんだろう。なんだこれ。え、なんか解釈が解釈が分からない。解釈を委ねられてる感じがする。謎のユーモアみたいなのって。ユーモア。このユーモアは何。あ、あ、待って、びっくりした。ああ今までで一番絵になってる気がするな。確かに。どうしよう。絵にはなってる。ディティール描くか。絵になってる気がするな。そうね。いや、風磨くん、こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。こら、でもちょっとお題が難しすぎたね。お題むずいね。そうね。誰か。いやちょっと二択やったんやけど俺、正直、うん、俺じゃない、信じてくれ。自分もちょっと信じてくれ。俺は衛星じゃない。俺は本物の絵描きだ。俺は芸術家だ。信じてくれ。信用できる気がする。お、うん、そっちか。うん、そっちに。なんかね、どっちか迷ったんだよ、うん、誰と誰で。俺、新日と迷ったのよ、新日と。ローさんとかっちゃんで迷った、俺。なんだか、どうしたのは。いや、これ、なんだかわからんよ。いや、これはさすがにむずいと思う。これは職業むずいね。YouTuber かもしれん。YouTuber かもしれん。YouTuber と来たんか。YouTuber ではないな。ある意味、わからないが正解でもいい。わからない、確かに。確かにね。いやもう新日のがもうほぼほぼ答えだと思っちまったもん。これに関してはね、もうわかんねえんだよ。まあでも当ててみ、うんうん、当ててみ、当ててみ。分かってんだろ、ヒントは出てたよ。あー、なるほど、あーなるほどね。聞こえわかるかいな。ヒントはあったわ、ヒントは。だいぶ右の方はヒントだよこれ。右だいぶ完成してるから。完成してるね。ちょっとリアルな方。暗い目にかけたやつはこれです。あの画面に出てるやつ。ああ、そういうこと。ああ、なるほどね。あ、力こぶね。マジで膨らんじゃって。あ、そういうことか。人かと思う。そう、なんか赤ちゃん転んでるみたいな。なんだこれと。なんか獣一匹食った蛇かと思ってさ。ああ、確かに。あ、だいぶ惑わした。森だからね。だいぶ悩んだよ。職業きついな。職業きつかったね。これ8人までいけるんだっけ。うん、これ8人までいけるよ。いけるね。うん。ね、コードが NXM824 っていう書いてあるところに。
出るかな。おえ、あら、あ、誰かおらん。通信エラーが起きました。あー、進撃が。進撃また追い出されとるやん。入れ替わった。入れ替わりで入ってきた。行けたと思ったらいなくなってた一人。進撃。NXM の何倍だっけ ?824。824。なんか。お、来た来た来た。よーし。よーし、じゃあ行きましょう。イエーイ。イエーイ。俺は芸術家。芸術家。好きなものはメントス。メントス。絵描くやつね。そう、絵描くやつ。そうそうそう、絵描くやつね。絵描くやつです。こんなんさ、身につけるものとかってもう何でもやん。確かに、でもだ、身につけるもの。もっとシルバー巻くとかさ。もうキーホルダーとか言われた時にはもう何か時間に渡さないともう描けへん。キーホルダー、もうキーホルダーって言ったら剣描くしかないでしょ。あー、お土産のやつ。人気がすごいな。あの、ドラゴンが巻きついてるやつ。そう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 。宝石みたいなやつ。人気がすごいなって言ったけど、持ってたわ。うわー、架空の生物ね。これ、ね、あさあ、これ、これ。これ書く方もなんか信用してもらうのむずい気がするな。確かにそれぞれのイメージあるよね、うん、これ、うん、あるね、うん、けど特徴としてはあるんじゃないかなって感じだよね、うん、あー確かに、俺が思ってるやつとか他の人が思ってるやつがよく分からへんのよな。確かにそれはまあ確かにいろいろあるだからむしろかもな。あ、まあそう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 、適当に書いてもこれと偽物、うん、偽物にお題バレてもダメなんだよね。ダメダメダメ、バレバレ。そうなんだよね。うん、あ、これ どこに書き出そうかな、これ。むずいな。まあでもなんかやろうとしてることはな。でも正直さ、お題出た時点でさ、喋、うん、ってへん人がエセっていう話になってくる。そうだね。様子見ようかなみたいになって可能性はある。確かに。逆にでも自分めっちゃ喋るっすよ、エセになった時。あ、それすごいな。そのタイプすごいな。逆に喋ってる感じで、俺さ情報を引き出したいんで、ちょっとこれ牽制し合ってる感あるから。牽制し合ってる。でも、あ、お、お、あー、あー、あ、確かに確かに。うん、イメージあるね。うん、こんな。分からん人絶対分からんって。これ確かにこれ。これどっかでどっかで何か起こるよ絶対。何か書かなきゃなこれ。お、何書くんだ。何を書くんだ。これで完成でよくない。これ完成で今の段階ならこれで完成でいいと思うよ。エセにバレなくてもね。まあ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 、うーん、いやこれどうしようか。エセにバレかねないよな今のこれ。そうだね、なんかあんまりに書きすぎるとそうかもね。なるほどな。なるほどね。なるほどな。かといって変なことしたら疑われちゃうからね。そうなんだよな。あー、そういうことか。なるほどね。今のところ俺が一番エセに近いぞ、これやべえな。あー、でも、うんうんうん。あー、なるほど。これはなんか全部見えてきたな、うん、これどうしよう、見えてきちゃった。見えてきちゃったよね、これ見えてきてる。どうしようか。これエセいなくないっすか。エセがいない。まあでも後半の誰かやろうな。あ、ゴルフクラブ出てきた。ゴルフクラブこの辺この辺から情報を出しすぎないのが やりすぎかな。うーん、あー、なるほど、なるほどね。これどうするよ。どうする。これやりすぎてるかもしんない。だいぶ完成してきた。てか一発目がなかなかなレベルな気がするんだ。そうだね、結構もうだいぶ良かったから、ね、もうそうしたらもうするしかないんですよ。完成した。完成するじゃんこれ。もう完成する。これ協力ゲームだったかもしれない。みんな協力ゲームだね。そうだね、すごいしっかりしてるよ。協力人が多いと絵が完成しちゃうんだな。あ、確かに。そういうことか。それはあるかもしれないね。じゃあもう、もういいよね。
いいよね。完成したわ。できたね。できた。完成。完成した。誰？誰？これ。投票すればいいんだね。いやでもさ。まあまあまあ。まあ。まあ。いやむずいなこれ。これは。ちょっと難しい。なんかね確信はない。わかる、確信はない。確信はない。この人じゃないっていうのはあるけど。あ、これ割れたってことはダメなんじゃないの？どっちにしてもダメかもね。うん。あーいやー、カツミンか。なるほどな。さあ、でもカツミンさんがこれを当てれる、当てれるですね。これ誰だろう。これ誰だろう。これ誰だろう。むずい。誰だろう。あーでも意外と。むずいな。これはちょっと即答、オークとかでもなくもうゴブリン即答だった。家ができたわ。これはゴブリンだな。鼻が良しだ。完成度高い。鼻のクオリティ高すぎた、ね。ちょっと完璧だった。完璧だね。まあ、いらなかったな、多分。あと。そうね、あれで分かる人か分からん人かでもう判別できたもん。うん、確かに。いやあんましゃどうやろうな、お題見て喋りすぎたら確かに、あ確かに難しいな、そうね、とか動画とかでもこんなんどう書くんやろうな、うん、どうなった、またこういう系の、これむずそうだな、ロミオとジュリットとかやめてや、無理だって、いやいやこれね、まあ要はどこのシーンを作るかですよね。そうだね、確かにみんなでね、くるけど、まあでもシーンなのかそのね特徴的な、まあそうね、パーツというか、ほらほらほら、時間もうね、はい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 、時間とか、分かった分からへんだけど、分かったけどだな、分からん、分かった、あ、あれか、俺これやりすぎると死ぬんだよな、やりすぎは死にはしひんから、俺結構奥の奥行ったから、奥の奥、ああ奥の奥行った。確かに奥の奥やな、うん、途中で止める、これああでもそうね、どこを書いてるかっていうのもあるから、これむずいな、何を書いてるかっていうのもあるから、これはこのくらいにしとくかな。逆にそっち、そっち。そうか。うん、そう。殺意の高い形してんの。殺意。殺意が漏れてる。まあ、基本的にはドンキになりうるっすね。もしかしてスタンガン書いた？スタンガン。これどう見てもライフルだろう。あー、違うの、なんかすごいなんか読む数字のせいでなんか知らなくてもみたいなのに見えるけど、なんかだいぶこれはもう一巡なんだよな、そうなんだよね、ここはでも、まあ、やりすぎるともうこっからだとバレちゃうかなっていうのが、うんそこで止める、いやなんかやりすぎるとバレるからな、うん、そうだね、そこね、そこなんだよね、あでもこれさすごいね。なるほど。いい情報かもしれない。なるほどね。あれをより詳しく。やりすぎてるってことはないと思うけど。いやでもこの情報。ああ。これ待って誰ちょっと待って分かってないな今。俺新人気の頃が今分かってない。それ分かってないな私も。いや、なんだろうそれ。そう自分の頭の中にあったイメージとこれ違うんですよね。映画、いやまあそういうパターンもある、そういうパターンも、確かに、俺もうこれ俺も疑われてももう知らん、もうダメだこれ、でもさ何書いたらいいかも確かに分かんないんだよね、分かんねえもう
いやこれはどうしようかな。これはもうこれどうしよう。これもう先般ムーブだ。先般ムーブ。え待ってこれだってどう書けばいいこれ。直線は S ムーブなんやどうしようかな。何書いたらいいか分かんないな。ああちょっと待って、あ嘘嘘嘘嘘嘘、待ってやばい、なんか、なんか怪しくなってきたな、ね、どうしよう、やばい怪しくなってきた。いや、でもなんだかスペースがない。いやもう1手目で頑張ってたからもう大丈夫だと思うんだけど。1手目で頑張ってたでしょ。そうそうそう、カツミンの1手目はすごい分かった。でもその後から俺もう分かんなくなってきちゃってる。これおっちゃん先輩なんだよな。おっちゃんおっちゃんむずくしてるってそれ。そしてこれえこれ続き完成させよ。これおっちゃんのそれはなんか、これこれ完璧でしょ。これやりすぎたらまずいんだよね。だからやりすぎたらまずいけど、多分分かる人は分かってるでしょこれ。でもどうしてが分かるとは思えんな。確かにもうさすがにこのいやあんまり書きたくないな。うん、そうなんだよね。時間が、ちょ、ま、まず、ちょ、待って。あれ、これはせ、これは俺に次ぐ先般ムーブか。先般ムーブがあったの。情報どうする？どこに手加えたらいい？俺は。ここからちゃんと手加えないと先般ムーブになるみんな。え、おっちゃんの意思継ぐ？ついで。ついでついで。まあそうしたら確定はするけどって感じか。あそっちか。ごめんちょ、え違った？違った。お前一人たち分かって。違うんだ俺。全く意思の疎通ができてる。意思の疎通。俺は二回で完成させようとしてたものがもう書けなくなってしまったここで。申し訳ない。申し訳ない。いやよいしょ。はいこれでわかるかな。いやもうこれなんかもうみんな怪しいぞ。何書いとんやろな。ゲルニカ書いとんかな。ゲルニカ確かにちょっとゲルニカ感あるな。いやまあでもこれはそうな。これはもうしょうがないと思うわ。みんな怪しいぞ。いやまあまあこうでしょう。俺ではないぞ。先輩ムーブだけどよ。あれなんかうまく疑われてるやん。疑われてる。しかもなんか俺も疑われてるし。ほんとだ。え、フーグ君だ。マジ？マジか。じゃあ、ローさんが先輩だわ。やばい、私が。もうミツキさんの1センターした時点で、やばかったなと思ってたもん。そっか。いやもうここのルールだとこれ当てなきゃ。そうだ、これ当てなきゃだから。いや正直ね、わかる。俺わかる。S 芸術家じゃなくてよかった。俺わからんやつあるいくつか。今のマジでわかんなかったんだけど、なんだ革新的なのがさ全然、ね、あーマジか。ちょっと直線はで俺わかったもん。でもいやちょっとマジでわかんないんだけど。あじゃあおそれだ、わからないです。4秒前3秒前、2秒前。わかんない。ごめん、わかんないわ。ガリバー旅行機。でも、赤ずきんか。そう、赤ずきん。後輩は。おちゃん、あれ、2段目、ずきん描きたかったんよ。あ、いや、俺、あれね、足を描きたいんやと思ったわ。いや、先輩はおちゃんだけじゃないよ、今回。ローさん。いや、ベッドで、狼が寝てる方だと思ったんよ、俺。そうなんですよ。だからベッドを書こうかなと思ったけど、完全にやっちゃえばもう分かる上に先般扱いされると思ったから途中で止めたいよ。なんで止めんのよ。止まってるのでバレるもん。止めちゃった。ベッドが出てきた時点で、もう女神から開けてる狼の顔が来ると思ったら狼横から出てきちゃったんですよ。なるほど、そういうことね。横狼になったら、え、やべ、どうしようって、もうそっから先横か。メガネの人間、フィーズディスってなるんすよ。フィーズディス。もう俺、おっちゃんの、おっちゃんのこのアプリでも何か分かんなかったね。なんか、要素の自分の、いろんなもの踏まえて、これを書こうとしてたんすよ。ああ、何これ。それを書きたかったね。これなんなんどういうこっちゃ。そうな、ワイングラスかと思った。ワイングラス、ワイングラス並んでんの。なんかね、そう見えたな。え、なんかマジでわかんなかった今。なんかアルクの続きもなんかよくわかんなかったし。あれを狼の俺足を描いて。そういうことだったのね。足ね、そっかそっか。足だったね。
人間がいて、この人が赤ずきんだって思ったの。これだけ書いてた赤ずきんがいなかったから。そう。書いたらいけないと思ったの、逆に。そうそうね。書きたかったんだけど、書こうとしたらなんか疑われちゃって。おっちゃんの頃わかんないもん。なんだよ、2発目も。ね。おっちゃん、一発目。一発目、それ鼻だよ、鼻。鼻かい、これ。鼻。鼻か。目かと思った。鼻俺目かなんかと思ったけど、目にしては潰れてるしって、うん、ああそっか鼻だったのか、自分オオカミの横顔を描きたくて、なんかえ横顔ちょうどいいお題だったね、横顔なんかそのオオカミっていう属性だけ分かってもらえればいいかなって思って、でオオカミだったら別の作品にも出てくるしバレないかなって思って、そうね、小ヤギにも出てくるしな、そう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 、いや難しかった、難しかったね、むずいな、嫌な嫌な汗かいちゃった、嫌な汗かいちゃった、3人4人でいるのとかまだ難易度違うっすね、これ全然違うね、8人やばいね、多いと難しいわ、難しい、もう一回やるか、それとも別なのやるか、別なのってなんかあるっけ、全員ではねできないんだよね、いいね、じゃあいいじゃない、これ最後にもうこれ1日もうこれで終わらせる、これ全部やってあ、他のやつもできないんだ、この人数だと、うん、感染ヤジマスク係になればお茶ヤジカトップ係でも大丈夫だし、俺もヤジ係でいいよ、ひどこで見てるの意外と楽しいよ意外とね、感染モードも面白いよね、うん、まあ5人までとかなのか、顔面のやつやるな、あ、これこれやる、あ、これいけるじゃん、あ、これいいじゃん、本当だ、これやろ、これやろ、はいはいはい、これって難易度いじれたりすんの、難易度はね、確かいじれないかな、いじれないのか、うん、あ、いきなり、あら、本当だ、いきなり、まあ、でも作ればいいんでしょ、そうそうそう、お題に合った顔をね、作ればいい、顔を作ればいいのね、そうそうそう、自画像いきましょう、自画像、自画像、自画像むずなるほどな、結構むずいかも、これ結構むずい、結構難しい気がすんな、結構難しいお題きた、難しいお題か、あ、割とむずい、ここは俺に任せ、先に行け、お、かわいい、これってさ、作成中に回答ってできんかったっけ、あ、これあの最後にみんな一斉にやるやつになって、あ、そうなんや、そう、なんかあの2種類選べたから時間は結構、そう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 、なんかいいやつだいぶ裏返しもできるな、なんだろう、なんだろうな、今のところこれかなっていうのもあるんですけどね、うん、これ裏返すのもできるのか、できるできる、ああ、ああはい、なあ、なるほど、こういう感じで伝わるといいけどなって感じ、いや今2個、はい、2個、うん、何を表現したいのかは分かります、そう、表現は分かったこういう感じで、どれだ、どれだろう、でもそうそう、2つ売るんですよ、まだ絞れてないんだよね、いやでもこの汗の量はどうやったらいいんだろうこれこの汗の量は、ね、汗の量、他に入れるやつ、汗の量か、そうなんだよな、2個あるんだよな、いやー分かんないんだよな、まだなんかもうちょっといい、いい汗ないか、ちっちゃいやつない、いい汗いい汗いい汗これじゃない、これ君もいい汗かかないかこれ一緒にトレーニングあ、かわいい。これつけとくか。あ、オッケー、それ大事、それ大事。大事大事。それ大事。その情報大事だわ。これぐらい、でもその眉がつくことでさ、余計なことなんだよな。もう一個増えた選択肢が。あーでも、どっちかになった。いや、あーでも、あ、そうか、微妙が、むずいな。やりすぎるとそっか。どれだ。片っぽだけにしよっかな、片眉片っぽだけにしよっかな、丸まってるとどうなんだ、うん、いや違うな、これ違う、いやこれでいいんじゃねえかな、お、完成、完成した、割れそう、普通に割れそう、いやどうや、その眉がちょっとなんかマイルド味を感じるんやけど、ね、うん、もうこれぐらいこめっちゃ汗かいてる、すごい直線に大なるほど、ね、これぐらい行こう、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ左のこめかみからずっと垂れてるな、やばい、いやこれさ、どうかな、あ、待って待って、これ間違った、間違った、連打しちゃった、連打しちゃった
これかな。これでも難しいな。これいや連打した。割れるよなやっぱ。ここ俺に任せ先。連打しちゃった。汗の量汗の量。囲まれたかなと思ってる。あそっちか。やったー当たった。このタイのやつに任せられへんもんな。これはむずいわ。いやちょっと難しいこれは。ね難しかったね。ちょっとマイルド感の名前つけたら。いや連打してなければもう一人いけたんか。確かに。そうね、ですね、うん。連打が。ちょっと気をつけて連打。連打気をつけて。あ違う。アルファやね。よかったよかった。はいはいはい。あーまあでもいいなんか分かりやすいのはなるほど、うんうん、あれ俺としてはあれやんねみんなに当ててもらったらいいんやんね。そうだね、そうだね、そうですね、まあ、基本はそういうことだよね。そうそうそう、全員獲得当てた方がいいし当ててもらった方がいい。そう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 、でもう、うんうん、それでいけんじゃないのもうこれで完成。まあこの選択肢だったら1本でいけんじゃないこれ。この線と丸をくっつけて命っていう感じぐらいで作れそうっすけどね。命頑張ればいけそう。いけそう。俺の表現力を見せてあげよう。いやもうだってこんなもん分かんない、寒いかもしれない。どう考えても命乞いしてる人の顔でしょ。命乞い言葉に出して俺を惑わすんじゃない。助けてくださいよっていう。あーなるほど。あーなるほど。うまい、これうまいわ。なるほど。すげえ。すごいすごいすごい。石さん。さすが。こういうことね。すっご。表現力。なるすごいわ。完成や。あーこれはもう。これ何音すわ。これはすごい。間違いようがない。エールン出しなければ。間違いようがない。俺の先に行けな顔や。それでやめ。間違いそう。これ1点目だったらダメだ。犯人お前だになるでよ。連打した。犯人お前だだろうな。これは全員行ったか。これはすごいよ。これは行ったでしょ。これすごいね。これ見事っすわ。いやすごいすごい。これ以外ないもん。はい、ありがとう。いやそんな使い方ができんのか。いや、すごいな。発想力がすごい。そうすると点数が全く入らなかったりするのか。作った人に6点じゃない、うん、そうだね、作った人6点だ。すごい。当てた本は全く入んないんだ。あ、そうなんや。あ、そうなの。あ、1点入る。1点だけ入る。1点入るですね。一気に踊り出た。すごい。かぁ。こっちとしては、当てる側としては他の人が間違ってくれた方が嬉しいのか。そういうことだね。むずそう。なんか見てみよう。どれもむずそう。うん、普通にむずいな。お腹空いてる人おるやん。どうやんだ、こうか。いや、これじゃねえな。こっちか。こっちで裏返すのがこれで。あーでも分かったか。あーちょっと待って、でかいな。お題見てなかったわ全然。お題を見てなかった。探してた。スタンプ見てた。探してた。無理だ。これいらねえ。大きさは変えれへんだよね。大きさ変えれなかったんです。そうだね。そうだね。裏を持ってと回すだけよね。ねえ、むずいよね。まだ分からんか。ああそうか、そういうこともできんのか。あーすごいすごい。ああそうそうそう、白目黒目みたいなね。はいはいはい。この表現方法すごいよな。そっか、もうちょっと使えばよかったのか。さっき黒目取れたけど。黒目取れた。黒目こぼれたね。黒目を掴めたね俺は。これはうまいんじゃないか。うまい。そうね。いや正直違う。まだ欲しいな。分からんな。絞れてはないな。でも俺はこれじゃないかなみたいなあるぞ。ああなるほど。すごっ。なるほど、これでだいぶ変わったかも。うんうん。ああそういうことね。
これで。え、その白いの、ね、え、ああ、なるほどね。え、その白いの、あーあー、あーなるほど。え、その白いの、ね、どっちどっちどっち、え、まあ、なんとなくやりたいことはなんか分かった気が。あ、でも作れへんかな。どっちだ、確かに。どえ、ち、いや違うな。ハゲてる、ハゲてる。あれ、ちょっと待った方がいいですか。なんか分かんなくなったな。待って、これ俺二択なんやけど。まだ二択。今2個、よくよく見たら2個だな、ね、マジ俺タカが今絞れてない。二択で。俺リボンつけた。リボンか、これ。なんかついつくぞ。ファンあれ、あれなんだ。え、なんだそれ、これなんだこれ。ありかってわかんなかった。え、ちょっと待って、つけるよ。え、待って、これわかんない。もうこれにしよう。いや、わかんなくなった。え、これえ、ちょ、むずいむずいむずい。うわー、わからん。素直にいくか。違うか。いや、ちょっとこれ正直わかんない。この白いやつがわかんねえ。そう、白いのがわからん。いや、俺は最初のあれを信じるわ。あ、そっち割れた。割れた。いや、確かにそっちも割れましたね。そうかもと思ったんだよね。そう、2択なんだよね。目線はさ、目線は、いや、そうなんだよね。あー、そっちか。目線関係なかったんか。よだれがってことか、これ。よだれか。そうなんですよ。よだれとか舌ペロッとしてるやつしようと思って。あ、でもそうだ、舌だとは思ったの。あー、そっち。なるほどな。え、でも確かにそっちと迷ったわ、今。いや、そうそう、2択やった。ね、2択だよね。すっごい悩んだ。すげえ話された。あー、うまそう。いい感じに割れてくれるといいわけだね、こうやって。いやー、そうね。うまそうね。確かに。よし、作るぞー。まだまだ、今、ようやく半分か。ここ、そうだね。フリーザ様いるな。フリーザ、フリーザ様いるわ、フリーザいる。三つ来たのよ。さっき作ったんだよね。さっき作ったんだよな。フリーザ作れば OK じゃん。あー、これ待って、これむずいな。フリーザ作るんやったら簡単やな。簡単だな。フリーザ作れそうだしな。うわ、これどうしよっかな。腹減ったなって、さっきと被ってんな、じゃん。さすがの目。うん。これは、まあでもこれはなんか、ものによっちゃ一択になりそうかな。裏、そうよね。なんとなくプラスかマイナスか、なんか雰囲気で分かりそう。なんとなく今、フリーザじゃないなっていう感じはしそうね。フリーザって頭の上のところ丸い、ね、まずあそこを置くよね、多分。フリーザだったらね。でもこれは。これはもう一択でしょ。いや、すごいわ、この表現力。この表現で他の卓やったらちょっと豪華と思っちゃうかな。憎たらしいわ。憎たらしいわ。憎たらしいわ。目が合ってる、すごい。俺が見つけ遅刻した時こんな顔してなかった。遅刻はこんな顔しないな。完全に煽ってるよ。おばちゃんみたいに見えてきたな。もしかしたらフリーザ的なね、怒りすぎたらこうなるかも。あ、そっかそっか。なるほど、そういう。いや、ミキが遅刻したらこの顔よ。すみません、カッコワラだよね、これ。カッコバクじゃない。プギャーの時の顔。プギャーの時の顔。遅刻してすみません。プギャー。待たされてやんのって。待たされてやんのって。2時間も待たされてやんのどんな気持ち、ねえねえ、どんな気持ち。悪いやつらだ。このラインスタンプ欲しいな。ラインスタンプ。いや、もうこれも伝わってるからな。これでもういいかな。いいんじゃない？なんか、いいな。割れようがないようなケースも、このお題は。よし。やべ、それで割れたらすげえ嫌だ。さえしなければね。そうね、これで割れたら俺の常識って何なんだろう。うん。感じになるよね。やった。すごいわ、これは。やった、伝わった。いや、いい顔。エイレンダでも OK だったもんな、これな。払えたらやる。イライラするわ。できるだけイライラする顔って思ってね。
これで今大逆転か。いや遅刻した時の顔になったな。ちょっとアップになるね。そうか。言ってるな。言ってるわこれは。これは言ってる。やったー。このクオリティ高いやつ次か。こうでも僅差になってきたか。うん、どんどん差は縮まっていってる。やばい、これ当てなきゃな。そうね、うん、当てないと負けるな、そうだ、ね、もう難しいお題を当てないと、うん、絵描いちゃった人はあんまり大量得点がもうできない、そうだね、うん、そうだね、そうだな、なんか毎回腹減ったやつおるな、ずっと腹減ってるね、うん、これの影響かしらんけど若干リアルに腹減ってきたもんな。あるよな、影響だな。影響だな。ランチパック確か部屋にあったな。ランチパック。後で食おう。いいね。なんだろうこれ。じゃねえな。あこれ。あこれ何もかも嫌なやつかな。これはに。どうだろうな。いや、にゃっきか。可愛すぎてるかも。可愛い。可愛いかもしれないな。可愛いっていう時の可能性もあるからな。確かに。なんかそうね。あれこれ NHK で見たぞ。あれ減ったもあるし、全部わかんないな。これじゃ。これがニヤッキ。でもな、なんだそんなことだったのかってこの顔する。まあ、ありうる。ああ、確かにありうる。うん。どういう風に表現できるかな。今度あったらただじゃ置かないんだからねーのか。あーあー確かに。あるな、パターンあるな。何でもあるな。これツインテールのね。逆に難しいお題ということが判明したねこれね。うん。確かに。どうだろう。なるかな。なんかちっちゃいな。うまくいくかな。でも普通にこれ1個に絞りづらい。絞りづらいね。難しい。そうね。白と黒逆じゃないですか？うん。歯黒くなっちゃう。うん、そう。それ今の合わせただけだからあれなんだけど。なるほどね。これでもこれでもいいと言えばいいんだけどな。あそっか。直線棒がねえんだ。あ全部使っちゃった。そっかそっか。そうか。直線棒がねえから。中指立てた。中指立てた。いいのかそれ。もう関係ないやつだよね。さっきあの教わった知識をね。中指立てれるよっていう知識を教わったから。中指立てたらどういうこと？あそんな表現の仕方があんのか。なんかダブルで。ダブルで。そしたらもう中指立てもう一個にそれ意味あるんやんね。ないよ。いやちょっと待って、これあるなしで変わってだいぶ変わってくる、だいぶ変わってくる。全部のことを一回頭の中でファッキューって最後言葉つけて考えたんですけど、どれも固まったっすわ。完成ってどこでやるんだ。いやこれ完成だろ本当に。なんか長押し B 長押しで B 長押しかな。うんうんうんもうまあでもだったらこれかなっていうのは。そうさっきの手が関係ないんであれば全く関係ない。うん、3択くらいになってんだけども、これかな。まあ、関係ねえやな。あでもこれやと思うな。みんな一緒だ。これ全員外しだったすごいけど、ね。表現力なさすぎやん。さすがに。よかった。まあまあ、おお。中指あったら今度あったらになる。そうね。今度あったら。確かに。うん。でもこれローが単独でかなりいくんじゃないの。そうだね。これだいぶ。6点入るから。稼いだね。15でトップ。はなかなか、的だな、すごいな。アル君は終わったな。終わったね。終わった。終わった。俺一人で当てんとダメやな。いやでも正直こっちも終わってるな。うん。絵描いて9点貼っても無理だよね。うん、そうだね。だからローさんもう勝ち確ほぼ。外さなければ。そうだね。よほど割れたりしなければ。うん、ちょっとこのゲームやってて初めてどうやったらいいかをすごく考える。これは選択肢かな。あら、なんだこの匂いはかな。ちょっと待って、可愛いだろうな。マジでどうしたらいいんだこれ。ブロリー作ればいいと思う。あーあもうなんかああ分かった、なるほど、分かった、あはいはいはい、もうめっちゃ完成でいいよ。いやすごいな、でもすごいな。それだって棒足りひんやろ。足りない。足りないね。4本しか使えない。ひげかな。もうなんかまあ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 、ああいいんじゃない、いいんじゃない。すごい、分かる分かる。ああなるほどね。うんうん、
ゲームの説明欄のあの簡単説明の4枚目に写ってる顔写真の成功例がめちゃくちゃすごいんですよね。そうなの？こんな作り方あるのみたいな。簡単説明の4枚目。あ、ほんとだ、めっちゃうま。あ、ほんとだ。簡単説明の4番目。あ、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。やば。あ、これ力がみなぎってる顔か。いや、4枚目すごいな。目キラキラさせるのすげえ。強い。え、これ、ちょっと合ってるよな。あ、出来上がったみたい。多分。え、これやんな。多分これじゃない。あれ、これかなだなと思うけど。これ合ってるか？ちょっとなんか自信なくなった。あ、これやんな。よかった、みんないる、みんないる、よかった。不安になったわ。みんないる。さすがにこれだよね。だよね。どうでしょう。ああ、よかった。これ見た瞬間に。一瞬不安になったわ。一瞬可愛いなのかと思っちゃった。わかるわかる。一瞬可愛いのか。可愛いかっていう。可愛いやつ。え、でもうまいな。すごいすごい。あ、言ってるわ。うん、喜んでる喜んでる。言ってるわ。うん、言ってる言ってる。やばい、再会になったけど。俺、ベベだな、可能性出てきたな。そうね。ここでとんでもないやつを作ってくれない限り勝てない。確かに。そうね。誰も正解しない。誰もわかんないやつ。うん。いやー。ローはもう確定か。確定やね。いや、そん。あ、まだわかんないのか。まだわかんない。そっか、外して勝つとか他の人が点数高ければ。うん、ああ、そっか。そっか。一人勝ちするパターンで。か、でも当てたら勝ちか。うん。当てれば勝ち。簡単なゲームだぜ。ああ、まあなんか。ああ、うめえ。うん。じゃないか。うん。俺今まだピンとこないぞ。なんだ？え、なんだそれ？なんだろう。Wi-Fi か？Wi-Fi。Wi-Fi じゃないんだよな。iPhone 使っちゃってるか？そんなに飛んでないところやな。電波あるね。飛んでんな。電波3つだよ。毛が1本。あれなんだこれは。なんだこれ。これ待って、わかんないな。なんか分かりそうだと思ったけど、わかんないかもね。これだってもう Wi-Fi、今アンテナ立てようとしたよね。アンテナなんだこれ。あれなんか。あれあれあれ酸っぱいか。何?3人リーチかけた。3人リーチ。なんだこれマジで。なんだこれマジで。あれあれあれみんなリーチかけた。わかるかと思ったけど、わからせようとしてないんじゃない？まさか。まさかの。これとんでもないものを生み出そうとしてるのか。今2択。三角この大きさちょうどいいのあった。もうこれ違う。これまあうん。え、いや。なんだろうあれ。感情はなんとなくは分かった。そう。想像するしかないよな。あの上のやつが何なのかっていうことを、それで考えるしかない。キーホルダー？小学生のキーホルダー？米じゃない。米。ああ、でも、あれかな。まあまあ、こん中だったらこれ。かなっていう。いや、これかなっていうの。おいと、もかさん、やっぱもよ。ああ、もかさん、ありがとうございます。いらっしゃいませ。いや、これ。この顔、今、どんな顔だと思います？これでも割れるかな。いや、割れる気がするな。え、どうしよう、すげえわかんねえ、これ。割れる気がする。これかなって思ったけど。最初の工程だったらこっちだったから、こっちにしよう。お、これ割れるぞ。いや、わかんない。割れるには。やめな。いいぞ。やばい、割れた割れた割れた。でもこれじゃない？これかなって思ったんだけど、最初眠いのかなって思ったけど。ああ、寒いね。なんか雪的な感じね。雪マークね。そういうこと。なるほど。そういうこと。東北組マジでわかんなかった。わかんなかった。
だった。ああ、めっちゃ怪我してんのかと思ったけど。そう、なんかそう、なんか殴られて、何もしてませんってって言ってんのかと思って。あ、ビリじゃありませんよ。結構怪我しまくってるから嫌な予感するかと思ったのに。あ、4位だ。いや結構違った。すごい、いやすごい。ほら面白いな。面白いな。うん。次ラストにして終わる。そうね、いいっすよね。もう一回どうするか。一回だけこれやって、もう一回やる。うん。とにかくみんなに当ててもらわないと勝てないのか。え、ね、一番最初だね。後半がいいって言ったじゃないですか。だから無理に言ってほしいな。後半がいい。一発目。確かに一発目なかなかきついね。あーはー、まあ、全部難しい。結構難しいかな。これむずそうだね。あ、ちょっと待って、どうしようかな。ね、自分で作りにしてもこれどれも嫌だな。確かに難しいかも。うん。1番2番どうすればいいか分かんねえもん。夕日が綺麗すぎるってどういう表情したら。この麺好きな人できたんだ。むずいな。むずいな。この顔で夕日が綺麗すぎるって笑うな。多分あの社畜戦士なんだろうな多分。ああ、もうなんか心が死んでる。三節目の夕方。うん、うん。これもう夕日が綺麗すぎるでもう帰りたいの世界や。うん、そういう意味では一緒なのか。いや思った顔にならないな。ちょっと難しいかな。難しいお題なんだ。まだなんかこれだと分かりそうだけど、いやちょっと待って、ね、マジでむずい。これまだ絞れないもんな。時間が足りないぞ。これだと、うん、口次第で絞れる。あとそうね、結構変わるかもな、うん、確かに。いやちょっと口がな。今まだ3択。いや結局これなんか2個ぐらい残っちゃいそうな気はするな。うん、残るな。2択になったよ。どっか消えた。ありえそうみたいな。分かった気がする。ちょっとなおっちゃんの死んだ目に似てる。おっちゃんの死んだ目。おっちゃんはいつも死んでるよ。おっちゃんが社畜戦士やってた時の顔やこれ。こんな顔、こんなもう被りたいになるっすね。え、あれこれじゃねえな。あと10秒。あと10秒。いいじゃない。なんかつく。なんかつくぞ。なんかつく。やべ。なんかつく。あ。いやちょっとわかんないわ。あ、でもすごい。あ、すごい、みんな最後に作ろうとしたのが。そうね、最後のあれでこれかなって。うん。そう。それまで違ったけど。これ近かったら笑う。よかったー。すごい。これすごい。これむずい。これよく。よく作ったやつ。すごいね。割りたかったんやけどな。そういうことね。ううと割りたかった。なるほどね。そ, ねそれなかったら。でも今りたくない方の手やったんですね。え？え、言われた側の方の手じゃない？ハートが割れてるってことは。いや、言ってる側やけど。言ってる側ですか？あ、でも伝えるためにってことか。あ、そうね。そう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 。あー、すごい。よかったよかった。いや、すごい伝わったよ。今、滑り込みで。うん。あれなかったら分かんなかった。あー、そうよね。何個かあったもんね。砂糖と塩間違えたってもう顔で表現するのが無理やろ。確かに。やっちまったと一緒じゃない？確かに一緒だね。やっちまってるじゃん。これはむずいな。これむずいな。
そう一生のお願いの命だけは出してください一緒だし。確かにこれ結構似てんの多いね。いやむずいよこれ、2択が2組ある。なんだなんだこれ。また中指立てればいい。もういいよもういい。あこれはうまいんじゃないか。これどっちだ。あーでもどっちか2択や。2択やけど、2択だね。なるほど、なるほどね。うまいな、あとはもう顔の感じで、うんうん、そうね、やろうとしてることは、うん、どうだろう。あーなんか違うな、度合いの問題な気がすんな、ね、うん、どっちもなんかテンションは一緒だもんね。なんか一緒やね。むずいね、うん、セットっすもんね。ごめん、一生の俺が命だけは助けてってことやもんね。確かに、セット、うん、確かに。あ、でもその感じはみたいなところあるよな。あ、これは、うん、あー、なるほど。これで先にそれ置くの間違えたかな。なんか持ったぞ。あ、なるほど。あーなるほどね。そうかそうか。あーそんなことしたら、この表現の仕方うまいかも。すげえ。なるほどな。これすごいかも。あーでかい。もうちょいちっちゃいの欲しい。左にあるじゃん。あるっすよ。あーそうだ。スライムみたい。スライムできた。かわいいね。うんうんうん。いやかわいい。なんか阿部寛みたいになった。阿部寛。阿部寛。阿部。堀の影なんかこれは。堀の影。目の大きさとかもね、こんぐらいあるしな。うん、確かに。なるほど。まあでもやりたいことは、うん、うん、分かった分かった。なんか二択から一個に絞れた感はある。なるほど。うん、これだ。おお、うまいね。うまい。佐藤寿司を間違えた顔かもしんねえ。てへってこと。てへって。間違えちゃった。許しがたい。間違えちゃった。これすごい。これなんかすごい。一個の間違いが命取りになるタイプ。そうだね。いや怖いんだけど次。プレッシャーが。プレッシャーえぐいって。アルさんに続けた気がする。プレッシャーがえぐい。みんな。やば。すごい。ハイレベルだよ。全員同率の可能性もあるわけやもん、ね、そうだね、同率1位で抜けたら気持ちいいですね。確かに。いややばい、責任がすごいぞ。これ後の方最悪、回答カードの方向に向けて矢印作るすからね。最悪やけど顔の外には置けないから。え、これ顔で角度をつけて、顔で角度。うわこれ目線をそっちに持ってけよ。チラって。あとほら黒丸と長棒1個でほら指できるから。これどうしようかな。指差してこれ。それなんか難しくなったか。うん。うわどうしよう。ちょっとむずいよ。ものによるけど。うん。ああ。アルさんのは一番難しい類だと思う。難しかったね。あれは難しかったね。完全に理解した、まあ、分かってないっていうのをこれもむずいよ。なんか顔でやるんでしょ、うん、それこのパーツでやるの難しいよね。むずいよ、うん、あこれはあでもこれはでも絞られたよね。よく出るやつ、まあ絞れる。もうこうするしかないな、うん、まだでも、まあ、特定はできないか。3択かな。そうね、3択だよねこれ。あでも4択んまだ多い。こっからどうしようかな。何がつくかによってくるかな。うーんとね、これね。笑い出した。お。ってことは、あの、ってことは、どうかな。はいはいはい。あー、なるほど。これしとけば、これしとけばいけるかな。でもさこっからどうしよっかな。まだ2位の可能性ない。2択の、え、今のところ俺は1択になってるけど。俺も1択になったね。マジ？そうね、俺
俺の想像力が変な方に働いてるのか。想像力が足りないよ。あーいやそうやいや、分かる分かる分かるんやけどさ、うんうんうん、こんくらい4コマ漫画とかで出てきそうな感じだな。4コマ漫画確かに。えファイトポーズ多分お前をこの隙間で潰してやるよって、うん、お前をこうパンって連成するんじゃない連成する連成する瞬間が見れる。それちょっとね、それこれいらん、これいらんかな、それなんやろ、これいらんかなまあまあなまあまあ、ええんやけど、あっていうのかな。ここに目が入る。上の方が目か、上が目だ。カバオくんみたいな感じこれ、これが目だとやばいな。猫ちゃんになりましたっていうあれじゃない確かに、そっか、猫っぽく見えるなあ、よかったよかった。ちょっと待って、これでバトン回ってくるのきついな。つなげた、よかったよかった。でもさ、うん、アホの子がさ完全に理解したってこの顔で言いそうじゃない。確かに言いそうだね。だからなんか手みたいな感じでキャンみたいな感じでしてみた。うん、うん、そうそう、いやそれと、うん、リボンみたいなのがついたから、うん、やったー、よかった。連成するリボンじゃないな、これ。プレッシャーでかいなプレッシャーどんどんでかくなっていくプレッシャーね。落とした時点で負けだよね、うん、そうだね。この負けないからな、だいぶ綱渡りや、綱渡り。これはすごい流れになってきた、うん、独特な味です。独特絶対わかんねえって独特な味ですねって。難しい。あ、まあでもなんか比較的シンプルだから、うん、まあね、確かに簡単にしそうではあるかな。うん、あ、帰りたそう。ああ、でも眠そうでもある。確かに眠そうでもあるな。そうだね、ちょっと似てるのか、そこ二つが。そうだね。あ、これは独特な味か。帰りたい時は眠いしな。確かに帰りたい時眠い、確かに。あ、まあ眠いな。これは上手。あ、すごいすごい、うまい。あ、素晴らしい。あ、いいっすね。あ、はいはいはい。なるほどなるほど。あ、置けない。置けない。頑張れ。あ、置けた置けた置けた。お、すごい。置けた。いや、すごい。これ話した人形が作るトークに。無理だね、多分それもう地面に置かれてるからね。ですよね。じゃあ、違う、目開けてのタイプ。あれはどうなんだ。あ、なるほど、なるほど。分かる分かる。だいぶだいぶやな。確定か。経験あるわ。経験ある。経験がある。なんやったら今もう若干そんな感じだ。確かにね、時間的にどんどん増えていく。どんどん増えていく。どんどん増えていく。いや、あんま書かん方がいいか。いやー。でも伝わってくれると信じて。うんうん。このぐらいかも。めっちゃうまい。これすごいな。これめっちゃうまいな。すごい。どんどん新しい表現が生まれるな。悪そうな顔してんな。みんなの発想力が面白いな、これ。これすごいわ。いや、すごい。これは。えぐい。これえぐいよ。死んでる。死んでる。もう死んでる。死んな、これ。歴史かもしれない。これだな。これだな。いや、この流れはちょっと怖い。クオリティが高い。すごい。いや、でもなんか、あの最後の黒に囲まれることによって、だいぶ帰りたい感も出てるけどね。あ、確かにね。帰りたい。確かに。闇を見ている感じあるもんな。うん、横の丸がなければ、もう帰りたいという逆だった、ね。うん、確かに。うん、いや、表現がすごい。眠い。眠い。眠そう。めっちゃ眠そう。眠いな。めっちゃ眠い時の顔。怖いな。怖いな。怖いな。流れが。バトンが回っていくよ。怖いですよ。怖いですよ。なんかしくってくれ。これ。
最後の最後、僕にしくってくれてたんですよね。一番最後はやだな。クマくん最後だもんね。やばい。やだな。いやー。さあ、どれだ。はいはい。これはでももう一択かな。また眠いのもあるしな。これなんだよな。そうなんすよね。また顔してんだよな。うん。やったらね。ワロテル。どっちの向きか。ワロ。どっちだ。どっちだ。まあそうだったら。うん、でもまだわかんないな。まだ絞れない。絞れないな。なんかどっちもありえる。ありえるけど。プラス。あとプラス。そうね。もう一個。って言っても何を足したらわかるかわからへんのよな。でもなんかがあれば。判断されるんだよな。そうよね。まあでもここで終わってもこれ。かな、うん。それね。いやいやでももうもうって感じだわ。うん。お、なんだ？なんだ？なんだ？あ、これでかいな。いやいやいや、わかるわかる。あ、まだまだ60秒あるからな。まだ60秒。まだわかってないな。いやもうこれはさ、あーまずそっ、けどもあれちょっとわかんないなって、わかんない、まあなんかそれはなんだ。髪の毛ベビースターのあの人。ちょっと見えてる、見えてきた、見えてきた。あー、なんか、はい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 、そうかそうかそうか、そっちが作ったの、はいはいはい、あー、まだったらか、これあれ、でも、あ、でもな、まだそれ別の選択肢もいるな。ちょっと待って、わかんなくなってきた。え、どっちを優先してるんだこれは。ちょっと待ってこれ。あ、もうこれちょっとやばいぞ。待って、わかんないわかんない。俺はやらかしたのか。もう初めに思った方を。いや、俺は初めを信じるわ。やっべ、2択から絞れねえ。絞れない。いや、待って、わかんなくなった。これ割れそうだな。でも、そうだね。いや、でもこっちでしょ。そうね。今の時間の使い方からして、うん、これ。やっぱ流れ、時間の使い方で。どうだ。あー、どれだ、どれ。どっち、どっち割れるか。割れるのか。いや、ちょっと待って。ここで割れたら、もう勝敗の分かれ目になる。いや、ちょっとわかんない、わかんない。分かれた。分かれた。そっち、分かれた。え、こっちじゃない？こっちだと思ったんだけど。本気で言ってるのかな？こっちじゃないの？え、なっか。あ、そっちかー。そうだね。わかんない。っていう、あの、がっかりマークみたいあってね。あったあ、がっかりマーク、そっか、がっかりマークね。やっぱこの流れでね、疲れてる感もあったし、うん、そうそう、いや、これはでかいな。あー、やり間違えての、かついて呆れてんのかと思ってた。あー、これはいちゃうよ。これはでかいぞ。間違えちゃった。悔しいな。そう、変なことしなければ。いやー、無理よ。これで気楽に作れるね。確かに、ハードルは下がった。高いわ。いや、なんかむずそうやな。こういう感じ。いろんな書き方で腹減った。そうだね。だし、前の人と同じようなのはやっぱ作りたくないしね。そうだね。確かに確かに。やっぱ違う表現をしたいよね。したいね。力がみなぎってきた、見てみたいけどな。ね、見たいよね。そろそろそれ見たい。みなぎってきた、全然出ないな。そうね、力がみなぎってきた。みなぎってきた。あ、これもうみなぎってねえ。みなぎってねえな。みなぎってないな。あ、でもまだわからんぞ、これ。これむずいぞ、今回、これ。あ、なんか、3択。シナルが似てるな。あ、でも、5択くらいになってるよ。むずいね。割れそう、これ。似たような顔いっぱい。多い。だからプラスアルファがどうなるか。いや、もう力がみなぎってきた以外全部いけそうな気がする。まあそうね、みなぎってはない。そうみなぎってないことだけわかる。ないかもしれんな、まだ。
あ、違う、間違ったボタン。でもそれでも、はあ、だったかもしれない。そっちかな。このままだったら今のところは絞れてる。うん。同じく。そう。マジ。正直不安。妙だな。二択かな。あ、でもそれが。ああ、じゃあじゃあ。じゃあそうかな。じゃあじゃあ。なるほど。それ変だ。あ、じゃあ択違くなったわ。あぶね。うん、うん、これが限界かな。これかな。これだとしたら最後の言ってなかったら俺は死んでた。これか、これじゃない、これじゃない。お、これだ。みんな一緒やったぜ。よかった。一緒これだ。いやでもな、一緒。俺最後のそれがなかったらあのテスト勉強かと思ってたもん。いや確かに。ああ。こんなことになるとはの方やと思ったんですね。いやなんか難しかった。あの両手であのブラックジャックのアッチャンプリキュアみたいなあんな感じだって思ったんで。そうね。もう頬杖ついてんだと思ってた。頬杖、ああ。頬杖ついて勉強しなくてさーっていう顔だと思ってた。そっか、あれが手だとしたら。みたいな感じか。これよだれなければな。よだれなかったら分かんなかった。ああ、よだれなかったら5択くらいなんですよ。うんうん、ほぼ全部じゃない。もう全部だった。雲はいいよな。雲はいいよな。あ、絶対に逃がさない作ってほしいな。あ、でもフリーザも、フリーザもありだな。どれも面白いな。ね、何作るかな。惨めな命乞いしてもいいんだけどな。ここに来ていいねって。いいね。いいねは、はい、あのお茶が中指立てた元凶だから。いいね。そう。確かに。中指に。おっちゃんのいい技術だったわ。唐突な殺意。そう、殺意。これ命乞いしてそうな気が。あ、違う。いや、どうしよっかな、どうしよっかな、どうしよっかな。どんな顔になるかな。どうしよっかな。なんか同じになっちゃうよな。同じになっちゃうよな。これやっちゃうと同じなんだよな。あー、まあまあ、確かに、確かにね。この目がやっぱ万能なんよ。万能だよね。万能だよね。そうね。コスコスかじゃん。ああ、なるほど。追い詰められてる人か。だとすると。これなんか、あ、違う、間違った。これ、何でも。みたいなもんやな。で、だってもう、これ、どんどん倒すことはないっすね。これ、もうやられてるやん、こいつ。やられてるね。これ、だってもう、これ、いや、これ怒らせたかもしれない。同じことやっちゃうんだけど、これ。でも、これで、いい気すっけな、もう。それで、ね、いい気すっけな。絶対いいねじゃないっすもんね。確かに、いいねは絶対ないね。僕の顔やもん。雲はいいよなって顔かもしれないからな。雲はいいよな。もう、あ、それ消去法で当てていくってのもありかもしれんすね、これ。消去法で。ちょっとフリーザ感出すんなよ。天津飯か。天津飯。天津飯か。天津飯。いや、もう死んでるやん、もうこれ。死んでるやん。もしくは飛燕かもしんねえよ、これ。死んじゃった。死んでるやん。死んじゃった。死後の世界。ここに。第3の目。ジャガンが。もしくはマリックかもしれんねえし。遊んでるやん。どちらにせよ規制されてるんや。いやもうでもなんかこれでいいよ。もうここ。やっぱこっちか。大きくなった。大きくなった。うん、どうしようか。もうこれでいいんじゃない。でも他多分ないだろう。まあ、そうね。うん。さすがに。さすがに。はい、これでいいよ。これはもう。これはわかるでしょ。これやとは思うんすけども。これ、そうかな。でしょ。うわ、そう。何やってるんだろうな、これやと。そうね。頭に輪っかついちゃってるってことは、間に合わないかってことないよ。間に合ってないね。半分出てんで、多分あれ。あ、半分ね。なるほど。気づいてないんだ、まだね。気づいてない。なるほど。あ、これちょっとお題が簡単だったな、最後はラッキーだった。そうだね、悩むお題が良かったな。どうやるあれ、話長って。カツミの難しさ、確かに、ね、あれどう作るか、あれどう作る、むずいな。あれ、てんてんてんとかをつけたらいいんちゃうかなって自分思ったんですけどね。
あー、てん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 丸みたいな。あー、確かに。うん、てんてんてん丸をやるとしても大きさちげえし、なんかもうよくわかんないもん。あー、ね、確かに。あー、確かにそうか。うん、数が足らんわな。うん、表現がむずいよね。うん、で確実に自分さっきやってたの、命だけは助けてくださいは頭の中でやってたんですけど、多分漢字で命って書くっすね。命それね、顔作れ、顔を作れ、顔を作ってください。顔を作ってくださいで、あー面白かった。面白いね。面白いね。面白いね。最後言わない方がいい。もっととんでもないお題があってもいい気がする。そう ね、 ね、なんかね、雲はいいよなーをね、一回見たい。うん、でこの間までこれ一人でオフラインでずっと2人分3人分ぐらいで動かしてたけど、それで楽しいって思ってたけど、なんかアホらしいな。寂しすぎるなそれ。一人でプレイヤー4まで操作してたっすから。3から8人やからね、2人ですらないからな。そうね、確かに確かに。そうね、よし、じゃあ配信はここら辺で終わりにしようかな。はーい。はーい。はい。はい。見に来てくださった方々、愛知が飛んでくださった。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。またね。またね。またね。